はい、皆さん、お入りいただけましたでしょうか。皆さん、マイクの音と UD トークの音をお願いいたします。はいえー、それではですね、第1部でお話ししていただく、対話知能学プロジェクトの研究者の皆さんを、ここからご紹介していきたいと思います。では、まずお1人目ですね、えー、大阪大学大学院教授の石黒博先生です。石黒先生、本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 はい、石黒先生はですね対話知能学プロジェクトの領域代表研究者をされております、えー、未来館の常設展示アンドロイド人間ってなんだの総合監修もしてくださっております、はい、ではお二人目ですが、えー、名古屋大学大学院教授の東中隆一郎先生です東中先生よろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますはいありがとうございます 東山先生はですね、対話知能プロジェクトにおいて、対話システムの基盤の構築に取り組んでいる、対話理解生成研究グループの研究代表者をされております。そして3人目、大阪大学大学院准教授の吉川雄一郎先生です。吉川先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい。ありがとうございます。よろしくお願いします。<laughs> 吉川先生はですね、人間との対話継続や人間との関係の構築を目指す、 対話継続関係維持研究グループの研究分担者をされております。はい。えそして四人目 NTT コミュニケーションかコミュニケーション科学基礎研究所杉山博明先生です。杉山先生よろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。え杉山先生はですね。 人と社会的に共生する対話システムのための行動決定モデル基盤技術の確立を目指す行動決定モデル推定研究グループの研究代表者をされておりますはい、第1部でご登壇いただく研究者は皆さん対話ロボット対話システムを研究されておりますがそれぞれどのようなロボットやシステムの開発を目指しているのかについてもこの後のトークで伺っていきたいと思っております ではですね、ここからは石黒先生、東永先生、吉川先生、杉山先生、そして視聴者の皆様と一緒にロボットの、ロボットと共に生きていく社会、ロボット共生社会について一緒に語り合っていきたいと思います。視聴者の皆さん、ぜひご意見、ご質問お待ちしております。ではですね、ここから約1時間話していきたいんですけれども、まず最初に石黒先生にお伺いするところから始めていきたいんですが、 タイバチワークプロジェクトが掲げているロボット共生社会、今日のテーマにもなっているんですけれども、こちら、どのようなものをイメージされているのか、ちょっとこちら、簡単にご紹介いただけますでしょうか。はいえっとまああの何,何回か前にあのすでに紹介はしているんですけれども、まあ現在ですね、メールとかチャットのような、まあ、テキストメディアがまあ十分普及してですね、さ、ま、ら、あ、には、 家電の音声通知とかスマートスピーカーのボイスコマンド、まあそういったものもえと日常的にえと使われるようにまあなってきています。まあ、しかしながら深い対話ができるシステムっていうのはまだ実現できていないんですよね。でコマンドを伝えることと何か深い対応するっていうことはまあ全然違うわけです。で次のまあ新しいえ知能システムっていうのは えー、そのシステム自らが持つ意図や欲求に基づいて深い対話ができる、まあ、そういうシステムになっていかないといけないと。あ例えば、まあ、すぐに期待されるのは自動運転の車ですけれども、まあ、高齢者の方でも自動運転の車を使おうと思えば、ですね、えー、そこに、えー、と対話ができる機能というのが、まあ、期待されるわけですよね。でえー システム自らが持つ、ま、人にサービスを提供したいとか、えー、と目的地に連れて行きたいというような意見や欲求に基づいて、ま、適切な、えー、と対話が、えー、実現できると、ま、そういったシステムを近い将来、ま、実現していくことが、ま、重要かとあの考えています。で、まあ、あのそういったシステムを実現と、うんうん するっていうのは人間と知能システムがまあ共生するような社会を実現することなんですけどえと人間とシステムの関係においてその命令を一方的に伝える関係から互いの意図・欲求を推定し合うまあ共生する関係に発展させていかないといけないとまあそういう意味で人間機械共生社会と呼んでるんですね。 あの人間だけは意図・欲求をも持つんではなくて先ほど言ったようにシステムも意図・欲求を持って互いに意図・欲求を推定し合って、えーとまあ、それらに基づいて、えー、と対話を進めていくとで、まあ、そういうふうにすると相手の、まあ、意図・要求を理解しているわけですから少しなんていうか言葉が、えー、不明瞭で聞き漏らしたとしてもです、ねえー、と致命的な 誤解をするとということがまあ,なくなるとあの、まあ、よくあるのはその、えー、と今の音声認識システム、えー、ちょっと言葉間違えるととんでもなく意味を取り間違えたりするわけですが人間そういうことないわけですよね。あそういうふうに、えー、互いに意図や欲求を持ちながら互いの意図や欲求を推定し合って、えー、と関係を築けるような人間と機械の間で、えー、と関係を築いていけるような、まあ、そういう、えー、と人間。 共生社会を実現していいきたいとでそのためには、まあ、いくつか重要な研究項目があって、えっと、まずその人間と機械の間で、まあ、どういうふうな社会規範を持てばいいかということを考えないといけないと。あの互い認知や欲求を持って自立していくわけですから、えっと、社会の中での、まあ、ルールが必要になるわけですよね。それに基づいて今度ははロボットは えー、自らの行動を決定したり、えーとまあ、人間の意図や欲求を推定したりする、まあ、そういう、えー、と機能を持つ必要があります。まあ、これが、えー、と杉山先生、えー、を中心にやっていただいている研究になります。でそこから、えー、と対話、理解生成なんですけど、まあ、実際対話をするということなんですが、えー、とこれはあの東中先生に取り組んでもらっている研究課題ですね。 で、えーとまあ、対話を、えー、と進めるだけじゃなくって、えーとあのまあ、対話理解生成においては、ですね、その何を喋ってるかということをちゃんと理解して話を進めるわけですけれども、人間、相手の言ってることが、まあ、よく分からなくてもです、ね、でうなずいたり、えーなんかえーと、なんとか対話を維持、継続できる、まあ、そういうことをするわけです。 維持継続すするわけですよねでそういう、えー、と研究を対話、えー、継続関係維持の研究というふうに呼んでます。でえー、明確な意味理解なしにです、ね、対話を、ね、継続させるようなそういう工夫をしていく研究をしていくのを吉川先生、えー、たちの研究グループで研究を進めていただいているということですねで。これら全部が合わさって えと最初に言った、えー、と人間、社会、共生社会実、えー、が実現できるわけで、まあ、そういったことを、まあ、この研究プロジェクトでは目指しています。はい、そんなところですねありがとうございます、はい。じゃあちょっと今のお話しいただいたところから、えー、ちょっと私が思った質問をいくつかさせていただきながら進めていきたいなと思うんですけれども、あのまず、えー、お互いの,その欲求をこの推定し合って対話すると。 いいいうところの話たただいたんですがすみませんちょっとまだ私があまりこうイメージできてないところもあって、こちらの杉山先生がを研究されているということなんですけど、この意図を推定するっていうのはどういうことなのか、こうなんかこう具体例とかあれば教えていただけますでしょうか。そうですね、はい。えーとまあ、いっと、ま結局、その人まあ人なりまあシステムもそうですけども、あのーとまあとま相手が言ったことに対して、まあ自分がやりたいことであったりとか、うん、あのー まあ、目指したい形、その状態というものが、まあ、それぞれ、あのーまあ、人だったらもう内発的持ってたりしますし、でシステムはそういうものを設定できたりもしますけれども、まあ、そこに基づいて、それを達成するためにまあ対話というのはなされていくと。で、そ,れその目的って、あのー、その相手がどう返したかっていうそのパターンから、どういったところを目指しているのかなってのって、なんとなく推測できるわけですね。 なんていうか具体例っていうとなんかなかパッと浮かばないんですけども、あのまあ、どっかディ,ズニーディズニーとかそういうどっか行きたいって言った時に、まに、あ、なんかそろちょっとそろそろどっかでこう行こうよみたいな感じで、まあ、話し始めて、でうんどんなとこ行きたいって言って、まあ、でまあ、ちょっとこうパーッと遊べるとこかなっていうような、そんな話をやり取りをしている中で、まあ、この人はどういうところを目指しているのか、どういう。 とみたいなそういった欲求っていうのをまあ推定できると、それって別にあの、まあ、人同士は普通に推定し合ってますけど、あの当然あのシステムが人の欲求を推定するってことも当然同じようにできるので、でそれをさあの推定しながらそれに沿うような形で、まあ、例えば案を出してみたりとかあの選択肢出してみたりとかいうことをしていくと、まあ、よりスムーズにあの意思決定をまあ 援助できたりとかいうことにつながるんじゃないかなということも含めて考えている状態です。あなるほど。えっ、と、そうですね。例えばそれっていうのは、えー、例えばご飯どっか食べに行きたいなみたいな話をしているときに、こう例えばまあ私がや焼肉とか行きたいなみたいなことを言い出したら、そのまあシステム側が何かこうガッツリしたものというか。 パンチの効いた食べ物というか、そういうものを食べたいんだなっていうような、まあ、その食べ物自体というよりも、そのもうちょっと一段工事のというか、一段上の欲求を理解するみたいなことなんですか、ね、そうですね。<あ>そう、ねはいうところも含めて、はい、提示してあげたり、うんまあ、ただその人がちょっとおうお腹が出てきてたら、はい、<laughs> うん、どうかなって,ってちょっとこう止めてみたいとか、はい,はい、いうのも含めて、まあ、いろんなことができるんじゃないかなと思います。あなるほど 普段の会話の中では確かに結構やっているような気がするんですけど、そのでしょうロボットとして活用するってなったときに、かこう具体的なこの仕事とかそういう場面でこう活用できるんですかね、そういった機能って。どういう場面で活躍できるんですかね、まあ、もちろんその、えー、と具体的な場面でもその、具体的じゃない場面でも、どちらもあり。 と思ってますとで私自身は結構あの雑談をするその会話そのものを楽しむっていうエージェントの研究をメインでしてまして、うん、まあそういったところですとそ,の、あのーまあ、そ,それこそ何を食べに行こうかっていうのをこう決めてもらうエージェントとか命令するエージェントではなくこう相談しながら探していくっていうところとかにはそういう欲求の推定っていうのは当然まだ生きると思いますしでもちろんその命令するとかその仕事を達成するっていう本についても その思ってる人って自分が何してほしいかって明示的にこう明文化できてるわけじゃないんですねなんとなくこんなことしたいなとか思ってるくらいで人に話しかけたりするんですけどそれをこのその人のそのなんとなく思ってるものを推定しながら具体化していく具現化していくっていうのも一つの,あのプロセスになるのかなというのも思っています。 なるほど自分が何をしたいか分かっていないのをロボットとの,この会話を通してこう自分の中が整理されていく。明確にされていく。はい、ああ、なるほど。確かにその感覚はありそうな気がしますね。<laughs> なるほど。ありがとうございます。はい、あ今あの、会話を楽しむこう相談する相手としてのロボットという話が出てきたかなと思うんですけど、このあたりはもしかしたら吉川先生の研究かなと思うんですが、この人,まあ、人とロボット。 まあ人と人でもそうだと思うんですが、この会話を楽しむ相手として、必要な能力というか、必要なまあ動きだったりするんですかね、とかってこう何かご研究されているポイントとかってございますかえっと、そうですね、楽しむっていうところで言うと、はい、あのやっぱり対話があの破綻してしまうとか、うんあの、先ほど意図の話をされてましたけどあの、対話においてこういうことを話したいっていうお互いの。 意図があの1対1の会話に、えー、では、まあ、ちゃんとあのキャッチボールができている必要があると思うんですけども、ね、そこから外れると会話が途端に楽しくなくなるっていうことがあると思うんですけども、うんとまあ、私が研究しているのは、えーまあ、そういった、えー、と場合ですねあの意図があのちゃんと機械の方で読み取れないっていうことが起こった時にでも、うん、まその対話が破綻しているように、えー、と思われない。で まあそういう形で、えー、と対話が楽しみ続けられるように、そういうにはどうしたらいいかという研究をしています。で、まあ,あの、まあ、会話が楽しい状況ってあの、分かりやすい状況でいうと、まあ、1対1の対話も楽しいですけれども、まあ、3人、4人と,、えー、と、ある程度の人数が、えー、まあ、わちゃわちゃと言いますけれども、あの好きかって言ってるような状況が一つ楽しい状況かと思うんですけれども、えーまあ、なぜそういう状況の方があの楽しいのかと、あるいは、 わちゃわちゃできるのかっていうところに、まあ興味を持って、でまあ。そこで、まあむしろ一対一の対話ではなくて、どんどんとロボットが。あの会話に乱入してくるような状況ですね。結果的に、ロボット同士の会話が起こるっていうような状況を作ることで。まあそういった、あの、楽しい対話が続く状況っていうのが実現できるんじゃないかっていうことを考えています。なるほど。ありがとうございます。三人四人、確かにわちゃわちゃしゃべるというのは、確かにそうですね。楽しいな、楽しいイメージが。 入ってますね、これ,あれ、どうなんですかね、そのロボットがその、まあ、3, 3人、4人だけじゃないかもしれないですけども、このまあ、特にその意図がない会話、その仕事とかで使われ、仕事とかではなく、も日常会話とかにロボットが入ってくることの、まあ、意義といいますか、メリットというか、ロボットっていうと、まあ、私の中のイメージでは、まあ、その人の仕事、労働をこう代替してくれる存在っていうイメージが。 ああるんですけれども、まあ、この日常会話とかってまあ仕事ではないじゃないですかそこにこうロボットが入ってくるそのまあ意味メリットみたいなものってどういうものがあるんですかね一つはやはりあの人間よりは気を使わないでいいあの存在が、まあ、ロボットなんじゃないかなというふうに、えっと、思うところがまあ役に立ちどころなんじゃないかなと思っています。でえっと まあそのロボットに対して気楽に方言というかあの発言できるということで思ったよりも正直にコメントできるとかあのもう少し踏み込んで発言できるとか、まあ、そういったことがあの、まあ、ロボットを投入することでできるのであれば、まあ、よりあの活発な会話ができるというところが、まあ、メリットになると思いますしロボットの方も、えーとまあ、ロボットの背後には 大量のデータを搭載できるわけですので、まああの、多様な対話が提供できるっていうところも、まあ、ロボットの得意なところになって、でまあ、仕事でない雑談、えー、っとですね、いろいろ話題変えていいような話をすると、で特に何が話したいか決まってないというような状況ですと、あのまあ、活躍できるところがあるんじゃないかなというふうに思います、あのー、雑談も仕事のうちだと思いますよね。その えと話しにくい人がちゃんとあの話せるように誘導してあげるとか、であと対話そのもの、まあまあ、雑談からその雑談じゃないところってすごいグレーなんですよね、多分。例えばあの面接してるところでも時々雑談したり、でまたあの面接の,あのシリアスな質問をしたりですね、えーと、もちろんだから雑談だけをやるわけじゃなくて、対話ですから普通の対話もやるわけで、ね、そういった時の。 えー、そういったものってのはやっぱりあのロボ、えー、と労働そのものになるわけですよね。だからあの、えー、と産業用ロボットとか仕事を物理的な仕事をするロボットはもうたくさん世の中で活躍してるんですけれども我々が作りたいのは対話を通して人と関係を持つようなそういうロボットを作りたいということで雑談も普通の対話も含めてすべて。 ある意味労働しながら社会の中で、えー、と役に立つ、社会の中で受け入れられるロボットを作ろうとしているということですね。ありがとうございます。まあ、ちょうどですね Q&A の方に、えー、投稿いただいたのがあるので、ちょっとこちらの質問を、まあ、何げか,かけさせてもらえればと思います、えー。いただいてもご質問なんですけれども、今その意図を伝えるという話を今しておりましたが、その意図を伝えるためにそのロボット側にインプットすることものとして、 まあ今のお話だとその文字ベース、会話ベースだったと思うんです。その言語ですね。言語で伝える、インプットするというものが考えられると思うんですけれども、それ以外の,その声のトーンとか、顔の表情などの,その非言語のインプットについてはこうどうお考えですかというようなご質問が来てるんですけれども、こちらはいかがでしょうか、まあ、どなたか、どなたでも良いのですが、お答えいただけますでしょうか じゃあ答えましょううかそですねもちろん、超重要だということには間違いはなくて、私がその A02 班、まあ、我々あの進学中でやっているロボットコンペっていうあのコンペティションがあって、実際のロボットを使って、まあ、いろんな人にですねそれを制御してもらって、一番いい接客ができるロボットを作ろうっていう、そういったあのコンペティションをやっていて、まあ、ホームページもあるんで、ぜひあのご覧いただければと思うんですが、まあ、そこではですねやっぱりそのいろんなところがですね操作要因になっていて、まあ、何をしゃべるか。 どういう間でしゃべるか、どういう顔でしゃべるか、どういう声でしゃべるかによって、ですね、そのロボットの実際に推薦が人に受け入れられるかっていうのはやっぱ変わってくるんですよね、そういう意味では先ほどの日向先生がおっしゃったような対話サービスの中でも、ですね、結局、そのどういう表情をするかっていうのも対話の一つの重要な要因であって、それによってそのいろんなタスクの整備だったり、人間関係の成備が変わっていくる、そこはあの非常に今やっていて面白いところだなと思っているわけですけれども、非常にあの要因としては大きいというふうに考えています。う なるほどでもそうですね確かに、まあ、人間同士のコミュニケーションだったら、まあ、間違いなく目線だったりとか,なんか口角が上がってるか下がってるかとかでかなり、まあ、会話の印象って変わりますしすごく重要だなっていうのは確かに感覚的にも分かるような気がしますね。ありがとうございますこれはその今ちょっと私がふと思った疑問なんですけれども、まあ、ここで今出ているその声のトーン顔の表情 まあ、そして、まあ、言葉、ボディランゲージっていういろいろあると思うんですが、そのロボットとのコミュニケーションにおいて、えー、まあその会話、会話、まあ、会話話そうですね、言葉によるコミュニケーション以外のその入力方法って、他には一体どういうものがあるんですかね他にどういうものがあるもえー、っと、もう一回言ってもらっていいですか <laughs> あのロボットとそのコミュニケーションするときに、その言葉 言葉というか、まあ、会話以外の、うんまあ、ロボットへの情報の入力の仕方というか、<ー>ロボットへの情報の伝え方、まあ、いくつかあるのかなというふうに想像はするんですけど、どういうものがあったり、研究されたりしているんでしょうか、まあ、よくあるのは、やっぱりもうその人の入りからだと思うんですよね。のつまりその人が持っていいる文脈というか あの例えばどういうふうに入ってきたか、どういうふうにシステムに話しかけてきたかという入り方であるとか、あそ,ねまあ、その人の ID、個人 ID と認証されている、まあ、もし ID があるんであれば、我々もそういう顔認証とかやってるんですけど、はいあの、そうした時にはやっぱりその人が背後にどういうことをやってきたかっていう情報すべてもです、ね、まあ、ロボットは今後、アクセスしうる存在になってきますので、まあ、初対面のロボットであったとしてもです、ね、まあ、こういう人だということが分かっていれば、うん、まあその人に応じたです、ね、対応ができる、そこはかなり大きな、まあ、メリットになるんじゃないかなと思ってますね。 あなるほど確かにそれはなんかロボットならではですねそこまでの情報もあらかじめ認識できるとかっていうのはなかなか人間ではしきれないところありますよね。はい。ありがとうございます。そのなんか今聞いてて思ったんですけれどもその、まあ、あらかじめそのロボットに、まあ、私の,その例えば好きな食べ物だったりとか、まあ、経験とかそういうものを知ってもらってるのってその会話しやすい。 なる一方で、なんとなくその知られているからコミュニケーションしづらく感じる人もいるんじゃないかなというふうに思うところもあるんですけど、その最適なそのコミュニケーション相手として考えたときに、うーんまあ、そのロボットがどういう場面ではまあ適切なコミュニケーション相手,相手になり得て、どういう場面ではこうコミュニケーション、人よりもまあコミュニケーション相手としてまあ劣るんじゃないかというか、まあ、そういった差とかはあるんでしょうか。 あのえっと、相手のことを全然知らなくてコミュニケーションはできないわけですよね。だからやっぱり質問で聞いていくわけですよね。はい、だから相手の、ロボットが相手のことを知ってるからコミュニケーションがし,しづらいとか、うん、うんっていうのはあの、えっと、ちょっとなんか考えにくいかなと、ただ、人間以上に、えっと、詳しい情報を知っていたりです、ね、普通、そんなこと知らないだろうと思うようなことを知って、それを言及すると。 何かか怖い思いいい思をすするるととうことはあるかもしれないですよねだからロボットはインターネットにアクセスしてあらゆる情報を取り込めるわけですけどあのその提示の仕方っていうのは相手の人間に応じて何、えー、ていうか人を怖がらせないようなあの提示の仕方はまは重要かなと思いますがそれはロボットですからコントロールできるわけです。 そういう意味では、ですねあの、普通の人よりはあの情報のコントロールっていうのはうまくできるんじゃないかなと思いますし、一方で、あのロボット、まあ、先ほど吉川先生も言ったと思うんですけれども、ロボットだから話しやすいってこと、たくさんあるわけです。要するにプライベあの対話ってのは、あの 深くなれば必ずどっかでプライバシーの問題が関わってきます。逆にプライバシーに関わるような対話ができないと深い対話にならないと思うんですけど、うん、えっと、えー、なかなか人と人との対話においてですね、プライバシーに関わるようなことを言いづらいわけですよね。例えば薬を買うでもいいですし、保険に入るでもいいですし、えっ、ー、と、仕事を、あの、えっ、ー、と、選ぶっていう時もも全て何かちょっと言いづらい プライバシーが関わわってくるる可能性あるわけですよねでもロボットだとそういったところがすごくっ、えー、と喋りやすいと,あの、えー、と人間じゃない方がコミュニケーションしやすい場面っていうのは非常にたくさんあるでもしかしたら、えー、とあの深い人間関係でない場合はですね、うん、えと街中でサービスを受けるようなあの対,話対話を通してサービスを受けるような場合は私自身はほとんどロボットの方が 最終的には良くなるんじゃないかぐらいに思ってたりします。あの常に、えー、とプライバシーをちゃんと守れる相手って人間なんですか、ロボットなんですかっていうと、えー、とロボットの方が、えー、と信頼感あるわけですよね。なるほど確かにそうですね、まあ、もちろんそのセキュリティの問題とかは当然あると思いますけど、まあ、人だと、まあ、もちろんうっかりいっちゃったとか、そういったミスっていうのがありますから。 まあそういう意味ではロボットだったらまあ設定がしっかりしていればもう絶対に出ていかないという信頼感は確かにあるような気がします。ただその一方で、例えばそのまあ街中のコミュニケーション、例えばその東中先生などが行っているまあロボットコンペティションでは旅行会社の店員さんがロボットになってというようなシチュエーションだと思うんですけれども、その旅,まあ、旅行会社じゃなくてもいいんですけれども、その人の,、まあ、人,の人との,そのコミュニケーション、 えーまあ、相手がいく,いくらその仕事だとはいえその人だからこそこう楽しいみたいな感覚だったりとか、えーまあ、温かみを感じるというと、まあ、すごく非科学的なことを言ってるかもしれませんがそういった感覚の楽しさというのもあるように思ったりはするんですがそこの差みたいなのっていずれなくなっていくんでしょうか あのまあ東山先生、答えてもらった方がいいと思うんですけど、私はなくなっていくというか、そこを全部、技術で置き換えられるようなものを作らないといけないと思うんですね。人って言った時にえときに、どういう人ですか、平均ですかと、平均的な人がどれほど適切な対話サービスを提供できるんでしょうかと、それよりもはるかにえとなんていうか、安心するような対話サービスを提供するようなロボットを作るというのが、当然、目標になります。 うん、そうですね、イチロー先生もおっしゃったとおり、まああの、今の能力で考えては多分ダだめだと思っていて、まあ、将来的なそのイ陽ロボットが、まあ、本当にあの今の表情は、この間の,あのなんていうんですかね、えっと、1週間前に未来館で行ったイベントで、まあ、たとえた,た,たくさんの,あの子どもさんたちにです、ね、実際に使ってもらって、まあ、怖い、怖いっていう声も非常に多かったんですよね、ロボットの顔がやっぱり突然、真顔になったり、変な顔したりしてですね。 あのそれは非常に怖いって分かるんですけども、まあ、ただ、技術的には全然,全然進歩していっていて、で将来的には人間と、まあ、見た目的には、まあ、まず変わらない、話してる内容もこれまで通り、もしくは人間のする仮みすのなようなものをしないし、まあ、ひょっとしたらユーモアみたいなものを交えて、ですね楽しく会話ができるかもしれない、そうなったにまに、まあ、それはもう本当に、あのなんていうんです人間だからこそっていうとか一体どこなんだろうって話になってくるわけですよね。うん、だからそこそこ、まあ、特ににそういういい接客サービスについて言えばですね、まあ、あの ななんていうのかなまあ、そこは好みになってきてしまうんじゃないかなという気がしていますあその人間の方がいいか、まあ、最終的には人間の方がいいか、ロボットの方がいいかっていうのは好みになるということはい、はいそう、そうなんじゃないかな、今でもまああの JTB さんとかにまああの行かれる方もたくさんいて、やっぱりそういう人たちはですね、そういうきめ細やかなサービスを求めているわけですけれども、多くの若者、若い人たち、今、ウェブでやったりしてるわけですよね。そそういういのそう ただ、まあ、そ,そのような能力が備わった、例えばロボットがまあいたとして、非常に高機能で、非常にいろんな情報にアクセスできて、提案が素晴らしいと、まあ、そういった場合は、ですねそ、まあ、あちらのほうがいいという人もいるかもしれないけども、やっぱりそれでもなおウェブベースでやった方がいいという人もいるかもしれない、まあ、そういうのは最終的にはあの好みの問題ということに落ち着くのかなと、個人的には思ってます、ねあのまあ、好みというよりも、要するに深い、そのサービス以外の人間関係を作りたいと思うかどうかだと思うんですね。うん、サービスを適切に受けるっていう意味ではやっぱりあの AI っていうかロボットの方が、あの、年々技術が進歩していってですね,ね、情報も正確ですから、えっ、ー、と、あの、なんていうか、対話相手としては適切、よりいいものになるかなと思うんですが、それをきっかけにもっと人間そのものと関係性を結びたいっていうんであれば、もちろんそれは、あの、ロボットと置き換えは難しい。でも将来 えっと、ロボットもそういう、うん、あの場面、なんか、ロボットと関係を持ちたいとか、ロボットと友達になりたいっていう人は、まあ、出てくると思うんですけど、まあ、もうちょっと先になるかなというふうに思います東山さんの,あの最終的な好みっていうところに、はい、ちょっと戻るんですけど、私あの、まあ、ロボットの方が話しやすい人がいるんじゃないかっていうところで、えっと、人に対して話しにくい方。 まあそういったフィールドでロボットを使ってみるってことを結構やってるんですけども、えっと、自閉スペクトラム症とか発達障害のフィールドで、まあ、よく聞かれる意見は、あのまあ、ロボットの方が話しやすいとで。理由を聞いてみると、まあ、それはいっぱいあるんですけれども、まあ、ロボットは人間、えー、の違って急に怒ったりしないとか、あのー、っていうことをよく言うんですね。でこの間の,、えーとえー、の未来館のイベントで、えーと、小学生の奥さんとかと話す機会あったんですけども、 でまあ、その方々もまあ少しそういうことをおっしゃってます、まあ、ロボットは絶対起こらないとかっていうことをおっしゃってます。ということであの、まあ、ロボットっぽいことっていうことがまあ対話しやすいっていうことの,あの一つの要素になって、でまあまあ、の好みっていうこともあると思うんですけども、状況とか話した内容によって、えっと、こロボットがいいとか人間がいいとかっていう話になっていくんじゃないかなというふうに考えます。 なるほどありがとううございますそうですそでね確かにロボットはまあ人間に比べてそういったまあ感情が安定しているというんですかね、急に怒ったりとか、急に泣いたりとかはしないという意味での安心感は確かにありそうですね。まあ、嫌われるっていうのもなさそうに思いますし、そういった意味では確かにコミュニケーションの上で安心感はあるように確かに思いました。ありがとうございます ちょっとあの、私も科学コミュニケーターとしてあの、コミュニケーションに関してちょっと思うところがあるんですけれども、その、なんていうか、まあ、これはもしかしたら先生方に聞くのはちょっとまた外れかなとも思いつつ、あの、まあ、その人とのコミュニケーションっていうのが、こう、必ずしもそのスムーズであることがいつもいいとは限らないのかなと思うところも、まあ、コミュニケーター的には思うところもありまして、例えばそのコミュニケーションがまあうまくいかないとか、その相手のその感情を押しはかって、 でまあ、相手が怒ったりするかもしれないとかを気にしながら喋るからこそ人間側の,そのコミュニケーション能力がまあ上達するというかという側面もコミュニケーションにはあるのかなというふうに思っているんですけれどもその将来いつかそのロボットの技術がかなり上昇したロボット共生社会においてそういったその人のコミュニケーション能力にそういったロボットがなんかコミュニケーション能力の発達に影響を与えてしまうんじゃないかという気がするんですがその辺りは何かこうお考えとかございますか 僕はあのロ,ロボットの方が、えー、といい見本になる可能性ってたくさんあると思うんですよね。だから人間ってあの非常に複雑なコミュニケーションをするのでコミュニケーションの苦手な人がトレーニングしようとした時に必ずしもいいコーチになるとは限らないような気がするんです。あの例えば自閉症の子がその、えー、と感情があふれる相手はちょっと話しづらいって言った時に、えーと ロボットであれば、ですねその感情をうまく制御しながら、えー、とちょっとずつ、えー、話しやすい対話相手になっていけるということで、えー、とむしろ、えー、とロボットの技術はコミュニケーションの能力、人のコミュニケーション能力を高めるのにいろいろ貢献できるというふうに思いますね。 結局、人間のコミュニケーション能力が高まる方向に行くんじゃないかと思っていて、やっぱりその人間と同レベルに例えば活動できるロボットが出てきたときに、そういったロボットも我々、一緒に接していかなきゃいけないんですよね。で、そうしたときに、なんだろう、今、人間と接しているとともに、そういうロボットも一緒にうまとめていったりですね、一緒に作業していったりする人が出てきていて、まあ、そ,ういうとそういうロボットがいたらどういう。 人なんだろう、まあ、人というかロボットなんだろうということも意識しながらいけなく生きていかなきゃいけないので、より複雑な社会になっていくかなと思っています。まあ、今、コンピューターがたくさん入ってきて、人間の仕事が楽になると思いきや、もっと大変になっているのと同様に、ロボットが入ってきて楽になると思いきや、もっと考えなきゃいけないことが増えて、そういうあのより人間関係とともに人間ロボット関係というのを考えていかないと生きていけない、そういう状況になってくる可能性があるかなと思っています。ななるほど人人間間関係だけじゃなくてその人間とロボットの 関係性もいずれ気にするようになっていくかもしれないと。あとロボットロボットの関係性も出てくるでしょうね。きっとあ、ロボットロボットの関係性も生まれてくるんですね。<laughs> でそのロボットロボットの関係性をこう人が気にしながら喋るとかも起こりうるんですかね。どうなんでしょうか。なんかこうそうなってくるとそのなんかこうロボット共生社会においてそのコミュニケーション上のストレスがなんかこう増すんじゃないかみたいな気は気がするんですがそんなことはないですかね。 いやあのロボットの方がはるかに人間よりも多様で、なんていうんですかね、えー、とやっぱり人間だと、そのにある種、作法であったりですね、いろんなものを気にしながら対話しないといけないんですけれども、多様な人間の対話相手になろうということであれば、えー、とロボットは当然、その対話相手の人選択肢として入ってくるべきであって、まあ、そうなると、あの スストレスは絶対今よよりも少なくなくると思いますよね例えば繰り返しですけど自閉症の子とか高齢認知症の高齢者の方とか、えー、と人にはやっぱり話しづらいって言われてるわけですから、えー、とロボットがあの対話相手として増えていけばあのあの選択肢として増えればですね当然、えー、ともっと何て言うかストレスのない社会になると思いますよね。 まあ、いいところも、私はストレス増えストレス減るところも結構あると思っている方なんですけど、まあ、もちろんストレスのサービスによってはストレスが減るところもある、まあ、そういうことなのかなと私は理解しました多分これあの、ロボットがこう、あまねくロボットが一つの能力、単一の、の味わのうハイレベルな能力を持つって思うとそうなんですけど、結局、ロボットをその作れるので、設計次第でそで、例えばワンショットでしか喋れない、あのこう全部、 一回喋ったら全て忘れてくれるっていうのがあの適切なシーンもあれば例えばなんとか占い師みたいな感じでこう <laughs> 人生相談するけど覚えててほしくないっていうシーンもあればもうずっと一緒にこうある種ペットかある種の家族のようにずっと関係を構築し,してくれるっていうのもあればなじ、まあ、みの店員さんみたいなのもあればいろんなパターンのそのそのシーンなり人の求めに応じて適切なその,あの能力 とかあのスキルっていうものは持たせることができるだろうというのを思っていましてそう考えると、まあ、トータルとして、まああのーまあ、特にその今あまりこうハンディに感じてないしんどく感じてない人はまあ変わらずで今人に対してしんどく感じている人の分のをうまくこう引き上げるというか楽にさせてあげるっていうところも含めて、まあ、いろんなアプローチがあるんじゃないかなと思います。 あの少なくとも選択肢が増えるんですよね技術,がなんか技術が進むとその技術しか使われないんじゃないかっていう非常に極端なあのことを考える人多いんですけど、うん、そうじゃなくって今までのものにプラスアルファされていくわけですから選択肢が増えるということは差別っていうかその、えー、と今まで、えー、とうまくいかなかった人にもあの。 何か解決策を与えられるということなので、技術が進歩するということは選択肢が増えるということであって、えー、と相対的全体的には、えー、とストレスは軽減されていくというふうに思いますけどね。そうなると、そのロボット共生社会がもしその実現されたときの、そのまあ、考えうる課題みたいなものって、特にこうないんでしょうか。 何かこう考えていらっしゃる課題、こういう課題が生まれるんじゃないかとか。 っていうのをなんか考えてるものありますですから、えっとまあ、新しいテクノロジーはいつもそうなんですけれども、どういうふうに使うべきかっていうのは、ちゃんと社会の中で議論をしないといけないし、えっと、間違った使い方をすると,、えっと、大きな悪影響を与えることはいくらでもあるわけですよね。インターネットも同じだと思います。便利ですけど、えっと、あの使い方を間違えると、ですねあの極端なことになりかねないし。まあ、例えば あのバズるとかっていうのはありますけど、あれ本当にいいんですかとか思うんですよね。えっ、ー、と、テキストだけで意見交換をしてですね、非常に極端な、えっ、ー、と、なんていうか、あの、ほとんど意味不明なぐらいに、えっ、ー、と、炎上したりしてますよね。あれは本当に正しいコミュニケーションの方法なのかっていうのは、大いな疑問があったりします。だそういうふうに、あの、んか新しい技術を取り込んだときには、どういうふうに使うかっていうモラルはちゃんと考えていかないといけないと。 だから、我々はその社会規範のグループっていうのがあって、ロボット、まあ、ね対話型ロボットが世の中に入ってきたときに、どういうふうなルールでどういうふうに使っていくかということをちゃんと、まあ、設計した上で、えー、我々ロボットの機能をあの作っていかないといけないと、まあ、いうふうに考えているわけで、それがまあこのプロジェクトのまあ特徴の一つでもありますよねうんありがとうございます。 もしかしたらちょっとこのあと第2部の未来のルールの方でお話しされることかなとも思いつつですね、まあ、今の段階で一旦聞いておきたいなと思うんですけれどもそのロボットがそのどういうふうに悪い使われ方をされそうとか そういった今のか今考えるリスクみたいなので、具体的なもので何か思いつまますあたくさんあるんですよね。例えば、まあある種のオレオレ詐欺っていうか、なりすまし詐欺っていうか、うん、まあ一番簡単なのは、例えば私の声でしゃべるロボットがハッキングされて、えっ、ー、となん,て言うんですかね私の代わりになんか、えー、と私になりすましてあの話をするとかいうのもあるかもしれないし、うん、えと何かサービスを提供しているロボットが特定の商品だけを設定。あの えと推薦するような、まあ、そういうハッキングをされて、えーとえー、悪い影響を及ぼすなんてことはあるかもしれないし、セキュリティの問題はちゃんと解決しておかないといけない、まあ、一番大事な問題かなとは思いますよね。確かにそうですねあの、簡単に声とかを真似できてしまうかもしれないですし、そのそのロボットそうです、ね、そういったリスクが確かに存在しそうですね。ありがとうございます そしたらですね、ちょっと今あのいただいている質問の方にちょっに移っていきたいと思います。まずですね、えっと、こちらいただいた質問なんですけれども、えーまあ、人は過去のことで記憶がこう曖昧であったり、あるいは感情が拓ぶっていたりする場面においては、確証バイアスがより強く働いて、えーまあ、事実と違うことを正しいと思い込んでしまうことがあると思います。えーまあ、その点、専門家である人が実施してきたまあカウンセリングだったり、診察、法律相談といった場面においては、 えー、専門家の対話スキルでその事実のズレを減らして、正確な事実認定ができる、まあ、それによって医療,医療や法的なサービスを提供してきたと思います。まず、これに代わる対話能力をロボットが今後果たして得るということでしょうかというようなご質問をいただいているんですけれども、まあ、これはここまでの話を伺っていると、まあ、いずれできるようになるというような認識でよろしいでしょうか。知識とととかかむしろむしろロボットの方が強いところかなと 思います全判例を覚えきった状態で判断するみたいなことはまあ逆に難しかったりもしますので、うん、まあそこの,その速度とかが速くなったりあとまあ誰でもそういうサービスを受けれるようになったりっていう、まあ、そんなところにもつながるんじゃないかなと思いいまますすなるほどありがとうございますこうなってくると少しその気になるのが、まあ、よくある話ではあるんですけれどもそのまあ仕事がこう奪われるんじゃないかという恐怖が。 まあ出てくるる人もいいのかなと思いますそして今いただい、事前にこういただいている質問の中にもです、ね、この AI やロボットと共存する未来で仕事が奪われるんじゃないかと恐怖に感じますというようなコメントもいただいているんですけれども、こういったことに関してはどう思われますでしょうか。結局のところその、新しい仕事がまた生まれてくるんじゃないかなというところはあります。あ<ー>あの例えば電話交換士みたいなものもの うん、昔はとても必須な仕事として非常に専門性を持ったスキルとしてやられてたわけですけど今の時代にじゃあ電話交換士の仕事をやってくださいって言ってやりたい人っているかっていうと、まあ、そうじゃないわけですね。で、まあ、さらに昔になればそれこそもっとあの単純な作業とか労働をあのやってた時代からもうずっとあって。 そこからその新しい技術が出たらそれを代替して、でもそれに代わってさらに新しい仕事ができてっていうのもずっと繰り返してますので、まあ、結局のところはまあどうせはまた新しい仕事ができるんだろうとも思いますし、かつその、まあ、先ほどの,そのいろんなその人と代替可能化とか、あの人との超えるようなスキルっていう話もありますけれども、同時に人の人 を好む人っても当然あの、その時代においてもきっといるだろうと思います。喋り相手として、ロボットがいい人、人がいい人、まあ、どっちでもいい人って、まあ、いろんなタイプがあってで、人がいい人はどうしても本責に人,人じゃないといけないので、<laughs> そこの部分はどうしても満たせないところは、その属性そのものたちありますので、まあ、そういったところはまあ残るでしょうし、まあ、なのであんまり気にせず、 あのー、新しい時代にだん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 また移っていくんじゃないかなと、そのくらいで思っております。ありがとうございます。確かにそうですね、これまでいろんなものが、いろんなものが機械化され、そのたびにこう人の仕事が変わってきているという意味では、はい、確かにそれに人をまた適応していくのかもしれないですね。ですねありがとうございます。そうですね、そうなってくると、その今,の今までの話を聞いていると、そのロボット。 が、もう、当然、単純作業はまあ当然として、人のコミュニケーション能力をも代替するようになっていくのかなと思うと、そのいよいよ、人がやることっていうのが、その、まあ、人を好む人に対してだけの,そのコミュニケーションとか、それ以外の、まあ、居場所というか、がなくなってしまうような気がするんですけども、まあ、それでいいのかもしれないんですが、何かこう、人だからこそというものって、この先残っていくんでしょうか。まあ、仕事でも、あの、もっとパーソナルのことでもいいんですけども、 何かこう考えていらっしゃる、将来像とか。もしあれば、いただきたいなと思うんですけれども。うん、と、人。えっと、人でないとできないということですか。そうですね、人でないとできない。あのー、まあ、極端な未来を言えば、人とロボットの違いなんて。なくなってしまって、うん、その話してるのが、人間かロボットなんかっていうのは。 ほとんど意味がなくてですね、どういう人格と話しているのかっていうことが大事になってくるんだと思うんですよね。うん、で,、えーっとでまあ、そういうところ、まあ、そういうレベルに行く前にはですね、ロボットと、えー、人間の違いってまあ当然あるわけですロボットの方が、まあ、あの今、人間、えーっと、なんていうか、言い間違いが少ないとか。 何かあの人間のようなその、えっと、いろんな話を同時にするなんていうことが難しいとかってあるんですけど、それもやっぱりあの選択肢で、えっと、そういう人の対話を好む人はちょっと話すし、えっと、ロボットとの対話を好む人はロボットとの対話を選択すると。だから多様性っていうか、選択肢が増えるっていうことは まあ、あのすごく重要なんだろうなとは思いますよね。だからまあ人、うん、でもう,もう一個言えるのは人ってものすごくバリエーションがあって何をもって人とするのかが分からないわけですよね。あのロボットの方が、えっと、予測しやすいっていうかこういうものですってはっきり言えると。で、人やってきました、この人どういう対話できるんですかって言った時にすごく期待 同意の場合も期待外れる場合もあって、安定しないわけですよね、そういうあの、えーと、なんていうか予測通りに対話してくれるものを選ぶ場合は、ロボットの方があが優位になってきそうな気はしますよね。なるほど、確かにそうですね。何かこう人の温かみとか、人の方がいいみたいなことを言うと、あの期待してますよね。 人は全員温かみ持ってますかっていうことを私は聞きたいのは <laughs> 人は全員温かいっていうのは本当ですかとロボットはどれも温かくないっていうのは本当ですかと確かにそうですね確かに人だからといってみんなが優しいわけでは、まあ、優しいわけではないというか、まあ、優しく感じない時もやっぱりいっぱいありますし人だ,からこ人だからこそコミュニケーションしづらいみたいな時もありますし まあそういう意味では確かに人に過剰に期待しすぎているのかもしれないですね。まあどういう人かによりますよね。それそれをあの区別せずにですね人はすべて素晴らしい対話相手なんだっていうのはうんまあちょっとおかしいかなと思いますね。ありがとうございます。そうです、ね、ありがとうございます。ここでなんとなく私の中でそのロボットが、えー、まあかなり発展した未来 においてそのロボットと人の違いがなくなっていって、その人まあ、個人個人がコミュニケーションしやすい相手としてロボットを選べば、選びたい人は選べばいいし、人を選びたい人は選べばいい、そんなまあ未来がやってくるのかなというのはだんだんこうイメージができてきたように思いますち,ょちょっと聞きたいんですけど、たんですけど、一緒になった時って欲求ってどうなってるのかなと思っていて、そのやっぱり人間の欲求を満たすために、まあ、いろんな技術が進化しているんじゃないかという側面が多分あると思うんですけど、はい、同様になんか、 あのどちらでもいいっていう社会っていうことは、そのロボット自身も何かしら欲求を持って何か作りたい未来だったり、想像だったりを持ってるって話なんですかね、そのいやそう僕はそこまでまだ言ってなくて、まあ、欲求は人間の,そのデザイナーというか、プログラマーから与えられるもので、わと人間に都合がいい、例えば人間の健康を管理するとか、えー、と人間を目的地に運ぶとか、あのそういう、えー、と人にとって好ましい欲求。 あの欲求を埋め込むんだと。だから人間にとってえっ、ー、と予測がしやすく安心できる対話相手になると思うんですよね。うん、でもまあもっと先近考えればえっ、ー、とロボット自身が例えばその人類を発展させるためにえっ、ー、と何か考えなあの自分自ら意思決定するんだっていうそういう要求を埋め込むような時代になってくるとえっ、ー、とその時、うん、そんな時代になったらですね肉体なのか機械の体なのかもうどうでもよくなるような気は。 しますよねだからえっとあのいきなりですね人間と同じレベルの、えっと、生き残れば何してもいいっていうような欲求を埋めるっていうことではない気がするんですよね。だとしたらなんかその人の欲求を満たすような技術としてなんかその人間はその、まあ、ある種欲望をなんていうのかなずっと拡張していくようなそう,いうそういう存在としていく存在するんですかねそのど,うどう言っていいのかな。<laughs> なんか結局仕事は尽きないしロボットのやることもまあどんどん増えていくようなまあそういう感じかなと思うんですけどちょっと何か何事かないまたけどああまああのだからえっとえっとに人間の要求が向かうえっとだから要求って何かって難しいと思うんですよ明確に定義するのはねそのえっと、えー、例えばその あの利他的な欲求って人間も持ってるわけで、利己的な欲求も持ってるわけで、ロボットには利他的な欲求から埋め込むんだと思ってるんです。あのロボットの利己的な欲求っていうのは、えーとまあ、後回しになるんだろうと、利己的な欲求がないと、えー、と最終的にはその種族が、えー、と生き残れないということにはなりそうなんですけど。 えとロボットも人間と同じように扱われるようになってからと人間と同じように利己的な欲求を埋めるなんてことを考え出すのかなと、まあ、それまではあの人間社会の中で受け入れられるための利,利他的な欲求から、まあ、あの埋めていくっていうのが、うん、えと真っとまっとうな手順のような気がしてます <laughs> なるほど、うん、あいあさっきのあのー こう人ならではで残るところっていうのはちょっと、あのうちの会社の中でちょっと前に議論したことがあって、なかなか面白いポイントなのなと思ったんですけど、で今の石黒先生の話もちょっとで取っても出したんですけどあの、人にとって都合のいい存在であるっていう前提そのものが、その,そのロボットなり、対話ロボットと仲良くなることを妨げるんじゃないかっていう話をしたことがあったんですね。結局その 心地よく対話させるってことまではできるでしょうと、すごく楽しく対話できる。けど、その自分に好意を向けてるように見える、うん、楽しく対話させてくれてるっていうのは、それはもう埋め込まれたものであって、こう、ほんなんか本当につながってる感じじゃないように感じられるんじゃないか、質撲、うん、をよく作られてるんじゃないかで、うんうん、それ結局そこの部分解消しないと、真に仲良くなるってできない場合もあるんじゃないかっていうま,ま,さにまさにそう思いますよ そこ行きたいんだよね、本当に、ね。<laughs> 要するに、すべて自分の思い通りになる人って、うん、まあ、なんか便利な人ではあるけれども、うんえと、その人に惹かれるなんてことは多分ないんじゃないかなと、利己的な欲求があって、ある意味、芯がある、そういう相手、あの揺るがない芯があって、うん、えっと、いくら話してもあの、どうにもならない部分を持ってると、うん、だからもっと話したいとか、仲良くなりたいって思うんでしょ。えっと でも人間も同じなんですよ。あのえー、と人間だって利他的な欲求たくさん持ってるし、むしろ利己的な欲求よりも利他的な社会性の非常に強い人っていうのはそういう側面があるかなと思うんですよね。でもなんか本当に魅力的な人っていうのは、なんていうか、いくら話してもなんかあ,のある意味深い自我を持っていてですね、もっともっと話したくなるような人なんかなと。まあでもそういうのをぜひちょっと杉山先生の。 研究で実現してもらえればなと思ってます両愛です頑張ります <laughs> <laughs> ありがとうございますそしたらですねちょっともう時間も最後にやってきてしまったので最後にちょっと先生方から一言ずついただいてまず第一部の方を示させていただきたいと思いますではですねまあ、第一部の感想だったりとかまあ、今後のビジョンなど、えー、何でも構いませんのでまずは杉山先生の方から一言いただけますでしょうか はいえーとまあ、なんか一瞬で、一瞬で時間が過ぎたぞと思ってるんですけども、<laughs> あのはい、いろんな考えをあ伺えたし、まあ、やっぱり思ってることと一緒、まあ、近いところもすごい多いなっていうのを改めて思った次第です。で、やっぱりその、まあ、さっきの本当に自我とか自己っていうのをどう持たせるのかであったり、でそれは人に都合のいいものであるべきかどうなのかってところも、まあ、それは本当にこの次の多分セッションのルールの話ともすごい絡むんですけども、 でまあ、とりあえずは,とりあえずはあの人に都合のいいものとしてで、えーとまあ、楽しく対話するであったりっていうところを、まあ、作っていってでその人その世,界世界というか全あの世間の皆さん全般がだんだんそういうそのロボットと話す。 時代っていうのに、だんだんアダプトしてくるんじゃないかな。で、そこも含めて、徐々に徐々にそのロボットの持ち方、あの意思の持ち方とかも。まあ、変わってくるのかなとかも思ったり。まあ、そんなこともしようと思っております。うん、ありがとうございました。面白かったです。先生、ありがとうございました。そうですね。そんなふうに意思を持ったロボットに。いつか出会えたら、すごく楽しみだなと思って、この先、えー、研究を楽しみにしております。ありがとうございました。<laughs> では、えー、次に吉川先生の方から一言いただけますでしょうか。日あのいろいろお話しさせてもらって、えー、と増田さんからあのいろんなロボットと共生するっていうことについての不安をいっぱいいただいたと思っていて。 こ,このメンバーだとみんな不安に多分思ってない人の集まりだったんだなということであの大丈夫だという方向に議論が行ってしまってそれをあの見てて面白かったなというふうに思ったところもあるんですけど、まあ、もう少しやっぱりあのあの不安に思っている方もいっぱいいるんだなというところで,で,で、まあ、あのもう少しちゃんと説明あの私自身もできるようにあのならないといけないなとあの改めて思いました今日はどうもありがとうございました。 はいましたそうです、ね、ちょっと私はいろいろ不安に思いついているところもあるかなと思いつつ、あのそうですね、先週未来館であの先生方に来ていただいてあのワークショップというのようなこともやりましたけれども、まあ、今後そういったこともですね、えー、繰り返しやって、いろんな方の声を皆さんとこう交流できたらいいなと思います。これからもどうぞよろしくお願いいたします。では、えー、東永先生の方からお願いできますでしょうか。 そうですね私の,、まあの代表しているチームでは、やっぱりそのまずロボットの能力を上げるということがまあ大切だと思っていて、今回の話はまあどちらかといとえばもう何十年、まあ、ちょっとしたら10年、20年先、もうちょっと先かもしれないんですけども、の時に実際にどういうふうにすべきかという話がわりと中心になってだたと思うんですけど、まあ、街中を見返すと、ですねやっぱりスマートスピーカーであったり、ペッパーであったり、能力、皆さん、対話してご存知だと思うんですよね、やっぱりなかなか対話にならないと。 やっぱりよっぽどそのシステムを知ってる、開発者ぐらいじゃないとちゃんとしゃべれないと、そういったところからその先ほどの言ってるレベルに引き上げていく、そのためのまあ研究開発というのを随時やっているわけなんですけども、あのまあそういった中でもです、ね、あの実際ロボットコンペとかやってる中で、まあ、おすすめをロボットからするっていう話がまあ,あるんですけど。 そこがかなりあの今回の欲求の話とも結構近いなと思っていて、実際の実際ロボットが自分でこれがいいんですよというときに、どういうふうにすれば、ですねそのロボットが実際にお勧めしているように感じるかとか、ですねそういった要因もやっぱり結構入ってるなということをちょっと今回、気づきまして、ですね実際にロボットを実際に作っていく中で、まあ、そういったことも少しずつ盛り込みながら、ですね実際に皆さんに使っていただけるようなシステムを作っていきたいなというふうにそういうふうに感じました。ありがとうございます,そうです、ね、先週、東永先生の方でやっていらっしゃるロボットコンペ。 にも出ていたあの旅行代理店のロボット対応システムの方ですね体験できるイベントをやっておりましたが、まあ、やっぱりそうですね、あのすごいなと思いつつ、まだまだだなと思うところもやっぱり、まあ、一般人としては感じたので、まあ、この先の能力の向上というのはすごく楽しみです。今後もぜひよろししくお願いいたします、はい、では、最後、あの石黒先生の方からお願いできますでしょうか。あのまあ、研究はこれからもっともっとどんどん続けていってですね。でえっ、ー、と えー、なんか対話できるロボットが、えっと、まあいい形でっていうか、あの皆さんの役に立つようなものになっていけばなと思っています。で、まあロボット研究の重要なのは同時にその まあ人、人間についてもいろんな深い知識を与えてくれるというところですね。意図や欲求って人間の方でもどういうふうに持ってるのかまだはっきりしない部分ありますし、えっと人を理解しながら、えっとロボットを開発していく。ロボットも進化すると人に対する理解も増えていくと。まあそういうところがこの 対話知能学の一番大事なところかなというふうに思いますので、えっとあの我々の研究を見ながら、まあ人について考えてもらうね、それと同時に新しい技術を受け入れてもっと生活豊かにしてもらうそんなことになっていくといいなと思っております。塩先生ありがとうございました。そうですね、あの未来館に展示していただいておりますあのオトアロイドのところにも人ってなんだろうとか人っぽいってなんだろうというような。 あの問いが、まあ、ロボットを考えることによってそういった問いを考えるというような、えー、テーマで展示してありますけれども、まあ、そうですね、ロボットの会話だったり必要なコミュニケーション、コミュニケーションに必要なことって何だろうということを考えるって、すなわちこう人を考えることだなというふうにあの今日のお話を聞いていて改めてすごく感じました。そしてです、ね、あの視聴者の皆さんも、えー、第1部からコメントなどいただきまして本当にありがとうございました。 ロボット共生社会についてなんかこう少しでもイメージしていただけるものがあったら嬉しいなと思っております。以上でですね、まず第1部の方は終了となりますけれども、ここから15分ほど休憩を,休憩を挟んだ後、18時45分から第2部のですね未来のルールの方を開始していきたいと思っております。視聴者の皆さんもですね、一旦ここで一息ついていただいて、また18時45分にお集まりください。 それでは改めまして第一部にご登壇くださいました石黒先生、東永先生、吉川先生、杉山先生、そして視聴者の皆様本当にありがとうございましたそれではまた第二部の方でお会いしましょうそれでは一旦休憩やりますありがとうございましたそれでは第二部でお話ししていただく研究者の皆様をご紹介したいと思います まずはじめに、慶應義塾大学教授の進歩文夫先生です。進歩先生、本日もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。進歩先生は、対話知能学プロジェクトにおいて、人と、それからロボットなどの機械が一緒にこう生きる社会に必要なルールを考える人間機械社会規範研究グループの研究代表者でいらっしゃいます。続きまして、静岡大学准教授の原田慎一郎先生です。 原田先生本日もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、原田先生は、えー、新法先生が研究代表者を務める人間機械社会規範研究グループにおいて、えー、キャラクターの権利などについて研究を行っていらっしゃいます。そして、えー、続きまして、えー、山口大学講師、呉羽誠先生です。呉羽先生、本日もどうぞよろしくお願いいたしししまますすおお願願いいいはよろくします。 え呉羽先生は人間機械社会規範研究グループにおいて、哲学や倫理学などの観点から研究を行っていらっしゃいます。えそして最後にえ、帝京大学講師の長嶋光一先生です。長嶋先生、本日もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はいいよろししくお願いします長嶋先生はえ人間機械社会規範研究グループにおいて、え民事訴訟法であったり、環境法というところを専門としながら、さまざまな議論を行っていらっしゃいます。はい それでは本日はこちらの4名の研究者の皆様、そして皆様、ご参加の皆様と一緒に議論を進めていきたいと思います。さて、こちら、第、え、一、ー、部でもご案内した通り、これまで未来館と対話知能学プロジェクト等で行ってきたイベントの振り返りということもありますので、そこを振り返っていただきながら、そしてあの皆様とその振り返り、それをもとにお話をしていけたらなと思っています。それではここから、進歩先生、あのよろしくお願いいたします。 はい。では、ここからはですね、これまでの振り返りの内容について、簡単にまずご紹介をしてで、今日のディスカッションとさせていただきたいと思いますけれども、これまで対話知能学における取り組みはですね、まあ、こういう新しい技術を世の中で使う上で、まあ、社会的需要性と言いますけれども、まあ、皆さんとの対話を通じて、 具体的にどのような形で、またはどのような問題があるのか、どのように社会でこういったロボット、または対話知能学におけるですね、研究活動の成果を生かしていくことができるのかということで、これまで一番最初に私と石黒先生との会で始めてですね、本日パネリストとしてご参加をいただいている先生方に、 これまでのですね、さまざ、あ、まな議論を行っていただいたわけでありますけれども、えーまあ、原田先生からはバーチャルなキャラに権利は必要かという議論であったり、ロボットと動物の問題、関係については長嶋先生。ロボットとは、まあ、日本人にとってロボットってどういう存在かなということについては栗原先生と。今日はまあこの3人の先生方にご参加をいただきまして、で第1部も含めてですね、まあ、熊崎先生、 吉川先生の会であったり、川原先生、東中先生、そして杉山先生という第一部の先生方の会。でつい先日は実証実験として対話ロボットを実際に使ってみてですね、旅行のおすすめなどをするという取り組みも先日は行ったわけでありますけれども。でここでちょっと難しいところを最初ちょっとですね、こう触れてみたいと思いますけれども。 これをまあ私はロボット法と呼んでいるわけでありますが、でまあ、未来のルールといっても、まあ、今あるルールに基づいて何ができるかということを考えるとともにですね、まあ、これから世の中で対話知能、それからまあ AI、自律型ロボットというものを使う上で、まあ、どのように、えー、私たちはこのロボットと向き合っていかなければならないのかということで、まず一つ目がですね、まあ、法と倫理の原則。 でこれはやはり、えー、適法にみんながきちんとこういったロボットを使うということができることが、まあ、前提となってでその上で、まあ、どのようにより良い社会より良くですね、まあ、世の中で使っていくのかということを考える上で、まあ、その基本となる原則というものをまずは考える必要があるだろうと。でその上で、まあ、ロボットを 適法に、法律に基づいてきちんと適法に使うということは、これはもう最低限度の条件ですけれども、一方で、まあ、人間の側がですね、まあ、これからはロボットを使うことによって人間の側も、まあ、法律を守ることができるという仕組みはいろいろ考えられるんだと思います。ただ、ロボットによって法律を守らせるということは、逆に、まあ、がんじがらめのです、ね、きっちりとした 法令遵守というものが求められる可能性もあるので、そうすると場合によってはちょっと窮屈な社会になってしまうのではないか、まあ、それは本当にそういう方向でいいのかという問題もあるわけですね。でさらに、まあ、今ある制度というのは、必ずしもいわゆるエマージングテクノロジーといいますけども、新興技術の利用、研究開発、利用促進のためには、必ずしも適切に機能していない部分があります。 とりわけ、これからはバーチャルな世界とリアルな世界が融合するサイバーフィジカル社会というものを迎えるにあたってはです、ね、この両者の融合に基づく制度、社会の在り方、法整備というものを考えていくことが必要なわけでありますけれどもで、そこで、まあ、例えば一つですね、法と倫理原則っていっぱいこういうものが今検討されているんですけれども、例えば石黒先生のプロジェクトとの関係では、 夏目漱石の漱石アンドロイドというものを作ったときに、まあ、このような基本原則というものが公表されています。まずここで最初に一つあのご意見を伺いたいところとしては、原田先生はですね、さ、えー、まざ、あ、まなこういったまあ権利の保護であるとか、まあ、バーチャルキャラクターのまあ権利は必要かといったようなことから、新しい問題について考えるという取り組みをされてきていますけれども、まあ、こういった原則 一方で、みんなが守るべきものは、まあ、原則守るべきものなんですけども、ところがこの原則というものを原則考えるのが難しいという側面がありまして、この点について原田先生、ご意見いただきたいと思いますけど、ね、いかかがでしょうか、はい、あのロボットや AI をこうどう作って、まあ、用いていくべきかということについては、 まあ、あのここに示されたもの以外にも国内外の機関でさまざ、あ、まなこの倫理原則といったものが、まあ、近年作られてますけど、まあ、なかなかこれがロボット法ですロボット倫理原則ですっていう、まあ、分かりやすいこう決定版みたいなものにはまだ修練していないっていうのが現状かなと思ってます。 あの国際法の世界で、まあ、そうしたルールの統一を図ることをハーモナイズ調和と言ったりしますが、まあ、このロボットや AI に関する方法や倫理原則というのも、まあ、そういうハーモナイズ統一か調和かというのが今後課題になってくるかなと思います。先先ほどシンポ先生にご紹介していただいたただ あの石黒先生のチームで夏目漱石のアンドロイドをまあ作った時にまあ提案されたものが先ほどのアンドロイド基本原則というものなんですけどまあ実はあの基本原則もまあこれで決定版というわけではないそうでまあ今後もしあの自立型のアンドロイドがまあ登場してきたとしたらまあ原則は再検討する。 というふうにも実はあの含みが持たされていて、まああの、どういう技術レベルや社会状況を想定するかによって、まあ、常にバージョンアップが求められているというのが、まあ、ロボットに関するルールだと思っています、うんはい、今、チャットでも確かにこのグローバルな問題とのすり合わせは大変ですねというコメントをいただきましたけれども、今、例えばこのハーモナイズというところについては、EU ですね、欧州連合。 ですね、新しい AI 規則提案というものを公表したわけですけれどもで、これは国際的な調和を図るものなのか、それとも新しいルール作りを考えていくべきなのか、まあ、今後注視すべきところが、まあ、この AI、どのような規制になっていくのかというところですけれども、でまあ、この法令で何を守るかということは、これはある意味で、ねまあ、人間の側で決めていくと。 いうことになるわけですけども、ところがなかなか決められない部分として、倫理的な課題問題というものが、どうしてもその根底にあるかと思います。で、この点については、クレハ先生ですね。まあ、これまで倫理的な観点から様々な検討をされてきていますけれども、まあ、こういったルール作りを考えるときに、そもそも倫理の側面からは、まあ、どのようにまず考えた方が良いとお考えでしょうか。か そうですね、えーとまあ、こういう科学技術が登場した際に、まあ、原則を作るみたいな役割が、まあ、しばしば倫理学に期待されるんですけども、まあ、実はあまり成功してないということがありまして、まあ、あのこれまでの成功例でいうと、まあ、生命倫理とか医療倫理では、えー、4原則っていうのがありまして、えーまあ、患者の自己決定を尊重しろとか患者に危害を与えるなとか患者に利益をもたらすとか、まあ、そういうやつなんですけども。 まあこれはもう数少ない成功例なんですけども、まあ他の分野ではあまりそういうそこまで受け入れられたものっていうのはないでまあなんでかっていうとまあやはり、えー、道徳っていうのがまあ極めて複雑であるということですねで、えー、まあ倫理学でも、まあ、新しい科学技術が出てきたときにはもうさまざまな見解というのが対立しながら進んでいくと、えー、議論が進んでいくとその中でなかなかこう原則までまとまらないまま、まあ、でも論点は整理されていくと。 まあ実際、えー、と倫理っていうのもあの人間が作るものだからそんなパッと作ったらええやないかっていうようなイメージで捉えられるんですけどもいかに倫理っていう現象そのものが複雑なのかっていうことですね、えー、そこを踏まえて、まあ、このプロジェクトでしたら対話ロボットということになりますけども対話ロボットが入ってきた時一体何が起こるのか、まあ、それに対話ロボットといってもいろいろなわけですけどもそういったまああの 技術、社会、倫理といったもののその複雑さの全体像を捉えていくっていうことが、まあ、やはり大変な課題なんだろうなということを、まああの、私もこのプロジェクトをやりながら実感しているところではあります、うん、以前、栗原先生にお話をいただいた、この日本人の、まあ、ロボット感というかですね、まあ、アニミズムとか、八百万の神的な考えであるとか、まあ、テクノアニミズムとかですね、そういう考えをご紹介いただきましたけれども。 この先ほどのまあロボットの例えばグローバル、国際的にやはり各国のルールを作っていく上で、このロボット感といいましょうか、えー、まあこの考え方が根底のところがやはり違うと、ですねそもそも作っていくルールも全く違ってきてしまう可能性もあるわけですけれども、この点について、このまあ日本人、それから海外の人とのこの倫理観、ロボット感という観点からは何か違いがあるでしょうか。 はいえー、ありがとうございます、えー、まさにそれをずっと考えてたんですけどもで、まあ、あの先生がおっしゃったようにあの、まあ、各国でさまざまなこうルール作りっていうのが行われてい,くいるわけで,で、まあ、それからまたこれも先生がおっしゃったように、えーまあ、国ごとにあるいは文化ごとにあのロボットの捉え方違うということが言われていてその中で日本っていうのは、えー、ちょっとロボットに対して特殊な態度を取るというようなことが 結構言われてきたんですけども実は、えーまあ、私の研究なんかでも、えー、明らかにしてきたところでは実はそんなに大きな違いが言われるほど大きな違いがあるわけではないというようなこともこれまさにロボット工学の研究の中で分かってきたところがありますしそれからまあ各国でそれぞれに原則ルールを作ってるわけですけども意外とそんなに大きな違いが出てないなというようなところもありまして。えーでまああの これも、まあ、先ほどの話の続きになりますけど、まあ、文化というものが技術に影響を及ぼすそれは間違いないんですけどもこれもやはり文化というのはいかに捉えどころがないものなのかっていうことを、まああのー、さっきから同じことばっかり言ってますけども、まあ、その難しさですね、えー、技術と関わる文化っていうものの捉えどころなさっていうことをとまず向き合っていかなきゃいけない、えー、そしてそれを考える上でもやは,やはりあのロボット工学の研究っていうのが重要なんだなということ、まあ、この点を強調させていただきたいと思います。<laughs> はい、ありがとうございますこれまで例えば私も思いつくところとしてガラパゴスっていう用語がありますけれどもよくあのガラパゴス、ガラケー実は今,今手元にあるんですけど私も未だに未だにガラケー使ってるんですけれども実はですねいつもスマホに乗り換えろというキャンペーンの案内が来て堅た、えー、くなに拒んでガラケーを、まあ、スマホも使ってますけれども未だにガラケーを使っていますけれどもでまあ、このガラパゴス というものが批判的、否定的に日本では何か受け止められるということがあると思うんですけれども、一方で私は発展的、積極的ガラパゴスというものも十分日本の強みになるんじゃないかなと。でところが、栗葉先生の,あのご指摘、ご研究の成果からするとい、意外に日本はガラパゴス化してないという。うん だから本当はもっと本当に本当の意味での積極的発展的なガラパゴス化するとですね、まあオンリーワンというか日本でしかこれはないんだということがまあ勝負ができるのかと思うんですけど、なかなかこの点がちょっと難しいのかなという感じがします。まあこれはちょっと私のコメントですけれども。はい。で、これを踏まえてですね、まあこういった倫理原則というものはやはりこの汎用的なものを考えようと思いつつもなかなかこの 普遍的汎用性があるものを考えるというのは、なかなか現在に至るまでも非常に難しいわけですけども、ですからこれはもうこれからもずっと考え続けなければならない課題だと思うんですね。で、一方で、新たなロボットを利用することにあたっては、まあ、法令遵守ということが、まずはこのきちんとルールにのっとって使うと。で、この例えば典型的なわ、まあ、かりやすい例としては、ドローン、無人航空機ですよね、ドローン。 えーまあ、このドローンについては、まあ、日本はかなり早い段階からルール作りをして、ですね、まあ、そのきっかけというのは首相官邸の屋上にドローンが落下して、まして放射性物質まで積んでいたという非常にショッキングな事件があったということを受けて、これはまずいと、で結果的にはかなり早く航空法の改正ということに至ったわけですけれども、まあ、つまり、まあ、ルールを作るということについて、このロボットを、 使うときのルールを考えるということを、これまで私たちは必然的に考えざるを得なかった、また考えてきたわけです。で、これによって、例えば、まあ、機械を使います。これによって、まあ、どのような基準が必要でしょうか。または、まあ、どのように法令に基づいてきちんとロボットを使っていくべきでしょうか。ということを、まあ、考えるということが、まあ、これまで行われてきた取り組みである一方でですね、もう次の、まあ、これからは、 この必ずしもロボットを単に法,法令遵守をする、まあ、法律の範囲内できちんと使うということは当然のことなので,でそれ以外のところとしてですねこの逆に言うと人間の側が、まあ、ロボットを介して例えば法律を守るようにするためのロボットを使う、まあ、例えば警備ロボットというのがあるんですけども警備ロボットがものすごい発展するとこれ逆にいいかどうかという。 悪いかどうかって別の問題もあるんですけれども、なかなかそのロボットが全部監視をして、完璧に監視した社会っていうのは、これは相当怖いことに、ね、逆に、それこそあのターミネーターのスカイネットのようなですね、えー、世の中になってしまっても、これもちょっとあの非常に恐ろしいというところがあるわけですけれどもで、そうするとその間の関係として、ロボットと人間が、まあ、どのように関わっていくべきなのかということを、まあ 考えなければならないんですが、どうしても今までは機械と人間という関係でしか考えてこなかったところがですね、先ほどあの、日本人のロボット感って海外とそれほど大きく差がないと言いつつも、あの、これ以前の回でお話したところなんですけども、日本人って工業製品に愛という言葉をつけるのは日本人だけだと。例えばあの、トヨタ自動車の豊田昭夫社長が、愛車、車に愛という言葉をつけて、愛車って って呼ぶのは日本人だけだということを以前おっしゃったということを以前話としてですね、ご紹介しましたけれども、まあ、つまり非常にこの親和性、愛情を持って、なぜかロボットになぜかっていうもおかしいんですけど、ロボットに接すると。で、これは例えば動物との関係で考えてみると、つまりまあペットが非常に、えー、愛おしい存在として、まあ、人間との関係で。 今までペットとも人間の関係あるわけですけれども、そうするとロボットの愛護、動物の愛護という問題は、これは何か共通するところがあるのではないか、これはあの長嶋先生に以前ご紹介いただきましたので、ここでちょっと長嶋先生にです、ねえー、この点を踏まえて、このロボットと人間、動物と人間という考え、関係をです、ね、考える時のちょっときのご意見をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 以前、僕の方でもそのロボットとあの人間との関係を考えるにあたって、動物との関係がかなりヒントになるんじゃないかというところであの議論をさせていただきました。でえー、と実は、ね、その先週にシティミーティングなどもありまして、あのロボットについてのいろんな意見を聞く中で、改めて動物との関係を問い直すといいますか <laughs> 考えるし、考えてみると。 あのルールにもいろんなあの示さをとむことがあるんじゃないかなというところで、ちょっとあの僕の方でもスライドがありますので、それを見ながら、えー、少しだけお話をさせていただきたいかなと思います。はいでえー、と僕の方でちょっでキーワードとして出したいのが、まあ、技術、理解、ルールという3つです。でえーと まあ、ロボットとあの対話をする中で、まあ、あのいろんなあのロボットの,その性能とかもありますけども、まあ、伝わらないなんてこともこうあったりとか、えー、したようです。でも、改めて考えてみると、間違わないロボットが必要なのかというところが、実は対話、コミュニケーションの中ではポイントとなるんじゃないかなというところなんですね。というのも、実はその間違いがあの逆にロボットとの距離が縮まったなんていう意見もあったんですね。あの ハンバーガーが好きっていうふうに言ったら、なんかあの認識があの、まあ、誤ったみたいで、焼肉なんていうふうに認識しちゃったみたいなんですけども、逆にそれが、あなんかロボット、なんか人間っぽくていいななんていう意見があ,のあったりしたわけです。なんか人間な対応するロボットもいてもいいんじゃないのかなと。考えてみると、動物っていうのは、あの、ね、あの、人のために何かをやってくれるわけではないですよね。あのその存在に意味があるとか、失敗しても、 仕方ないないって優ししく <laughs>、あのー、気持ちあるかもしれませんそう考えるとなんか機械とは異なるルールロボットとして別の何かルールが必要なのかもしれませんそれからあのロボットというとアンドロイドというのを、まあ、一部に思い浮かべますけれどもも,うあのもっといろんな使われ方使い方があるんじゃないかなと そういった中であの意見としてこう人の心に寄り添ってほしいとか空気を読んでほしいなんていう意見なんかもあったりとかしたという,うにあの思うんですけどもそのロボットというとなんかこういうもんだっていう先入観があるのかなともっといろんなロボットの,あ,の,あ,あ,のあり方に応じたあの考えというのが必要かもしれません実は動物の場合もルールがルールは多様でペットの場合野生動物の場合 それこそ盲導犬とか介助犬とか、実はその使われ方によってルールも変わってくるんですよねこれ第で。第1部でも議論がありましたけれども、医療や介護とか日常場面、それぞれで、ね、あの必要なルールが変わってくるかもしれません。ですあの最後に3つ目なんですけれども、結構、ロボットというとこう暴走したら怖いとか。 わーってこう襲いかかってくるようなイメージを持つ人がいますけれどもあの、今までの議論であった通り、ロボットだから安心できるとか、ロボットだからこそ正確な説明ができるなど、人間では対応できない場面に、すごいあの重要な役割を持,た持つんじゃないかなというところです。でロボットの場はですねあの、監督する人があのいて、まあ、その人が責任を負うという形で、まあ、ルールを作っているんですよね。そうなるとと今後ロボットとしてあの いろんな場面で使われる、それぞれの場面においてどんな、えー、ルールが必要なのか例えば資格はどうするのとか、あのー、人,人が、えー、監督をするとかあのいろんな使われ方とかがあるんじゃないのかなというところで結構こう、あのー、動物のこの、えー、との人間との関係を見る中で改めてこの、えー、ロボットと人間との,あのルールなんかも考えられるんじゃないかなというところを少し整理してみました。 以上になります。ありがとうございます。あちょうどですね。今、あの、はい、長島先生にお話しいただいたところと、関連してあの q&a の方にご質問いただいております。ちょっと読み上げます。はい、あの、前半の話でもロボットが人間のように温かいコミュニケーションを取って対話ができるようになっていくとおっしゃっていました。と、ロボットへ恋をする人が出てきて結婚したいと考える人、親しみが湧くとロボットに関する倫理の問題提起なども起こる可能性があると思うのですが。 先生方はどのような世界に,にルールが出てくるとお考えですかというところで、まさにその今、長嶋先生がおっしゃったようないろいろな関係が出てくる中でどんなルールが必要なんだろうというところがあの僕もすごい今、気になっていますこのあのご質問していただいた方もそこが気になったのかなと思うんですけども、こちらについてはあのいかがでしょう、長嶋先生。はい、えー、と、まあ いろいろな考え方があるとは思うんですけれども、あのロボットというと基本的には、まあ、法律上、ものという扱いなんですよね。うん、ですのであの、ものということで、あのまあそ,まあ、そこら辺にある普通のものと同じように扱われているんですけれども、あのロボットと人間との考えを考え関係を考えるにあたって、うん、逆にそのまあ 自分の大事にしているロボットが壊されちゃったらどうするのだとか、うん、あのそれこともありますので、むしろあのロボットをどう保護していくのかっていう、違う発想もできるんじゃないかなそういった中で、あのまあ、それこそロボットと一緒に生活をしていく、ロボットに介護をしてもらえだとか、まあ、そういったところなんかにも通じる話なんじゃないかなというふうに思います。 であのちょうどね、今のご質問の件との関係で、動物との関係で思ったのは、動物に相続をしたいという人がいますよね。でまあ、以前だと動物ってものなので、物に対する相続はできなかったわけですけれども、まあ、現在は、やはりこの亡くなった後も自分のかが飼っていたペットがきちんと、えー、まさにこのご質問で温かく、そのままの、えー、誰かにちゃんと面倒を見てもらうという。 ことを安心してですね、えー、そういう制度があればというところで、例えばあの民事の信託制度を使って、最近はまあいろんな保険会社などのペット信託という制度を使って、まあ、例えば信託制度を使ったりとかですね、まあ、それまでだと、例えば誰かに相続をして、死後の事務委任契約、事務のですね委任契約で面倒を見てくださいという契約をすることはまあできたわけですけれども、まあ、ペットに財産を、えー 所属するということとがでですからできないとだからこれは今後例えば動物と同じようにロボットも自立型ロボットになってくるとかなり人間のように見えるロボットが今後出てくるということになった時に、まあ、ペット信託のようなものを例えばロボット信託性ロボットに対してですね信、えー、託するといったような、まあ、ことをまあ考えたいという人も出てくると思うんですね。 お,寺あのお葬式を挙げるというのは、これ、日本人だけだということらしいですけれども、まあ、確かにロボットのお葬式ってあまり海外で見たことはないわけですけれども、まあ、こういったところも含めると、まあ、確かにそういう制度を考えられるかなというふうに思いますけれども、この点、長嶋先生、どうですかね、民事法の観点から。そうですね、まあうん、現状としてあの、まあえー、ロボット あ動物についても、その、まあ、愛護という観点では特別な扱いをされてますけれども、まああの、そういう財産についてはきちんとしたルールはないんですよね、ただそこが新しく、あの今、新宅の,の話がありましたけれどもあの、いろんなその設計をすることであのそれを対応することもできるということで、例えばあのロボットについても、あのロボットがあのいろんなその、 労働すると仕事をしたりだとか、いろんな活動をする中で、まあ、お金を得た場合にそれをどうするのかっていうところにもつながってきますので、そうするとあの、まあ、あの法律を改正するっても一つかもしれませんけども、新たなそういう、まあ、保険なんかも一つかもしれませんけども、あの制度を作ることで対応できるということもあるのかもしれません、うん、そうすると、例えば新しい権利をですね、例えば何らかの形の権利を創設すると。で原田先生が以前お話しされていたのは VTuber のような仮想のまあ架空のまあキャラクターであるとか、今後はまさにこのアバターを例えば使って、メタバースの世界では自分の身代わりのアバターが活躍をすると、さらにまあロボット、自分の身代わりのロボット、サイバネティックアバターのようなものがまあ活躍すると。そうなると、今までとかなりこの権利の関係ですよね。つまり自分の もものなんだけれども自分の身代わりとして活躍をしていたり、まあ、これについて原田先生、以前、整理をされていましたけれども、こういった権利を保護するという観点からは、今後、どのように考えるべきだと思っておられますか、ねあのまあ、ロボットだとか、あるいは CG のキャラクターですとか、まあ、そうしたものの裏に、まあ、それを操作している人、まあ、いわゆるその中の人みたいな、まあ、本当の,その人間が存在する場合。 まあそれはまあその人の権利っていう形になると思うんですけど、まあ、一方でロボットとか、あるいは AI、キャラクターといったものがある種こう自動的というか自律的な存在になった場合とはまたちょっと別の権利が発生するのかな。まあ、中の人がいればその人の権利というふうに、まあ、誰かしらこう生きている人に結びつけて権利を認められるんですけど、だからアバターにもそういう意味での権利は認められるんですけど、まあ、あの完全に自立したものだとか、あるいは その自立し,たして判断している部分と、まあ、一方でその人間が操作している部分とか、こう融合して何かタスクをこなす、まあ、会話にしろ何か作業をするといった場合に、まあ、どういう権利だとか責任が発生するのかというのが、まさに今後のまあ法的な課題だと思います、うん、そうすると、人間の側が例えばこういう権利を設定するとかって考えてです、ね、そのあくまでこれは今の法律の範囲内で、 考えるとなるとかなりまあ限定的、制限されるわけですけれども、一方で、何らかの例えば選択をしなければならないときに、いわゆる権利、法的な解釈では必ずしも割り切れない、例えばトロッコ問題のような、例えばこの2社択一、または3社択一の場合に、どの選択をすることが最適な、例えば権利の保護に当たるのか、またはその人の利益の。 保護に当たるのかということを必ずしも判断できない局面というものがまあ今後さらにまあ自律型のロボットを活用すると出てくると思うんですけれどもこの点について呉羽先生ですね例えば割り切れないこういう判断について倫理的な観点からまあどのようにまあ人間は考えればいいのかっていうことについて何かお考えはありますか、ね そうですね、つまり白と黒を、ねまあ、完全につけられない場合っていうのはかなり多いわけですけれども、うん、そうですね、まあ、だからそ,のそういった場面でどう振る舞うべきかについて、まあ、倫理学でいくつも理論があって、うん、そこでまあ常に議論が起きている状況ですからで、で、まあ、倫理学の議論は時間がかかってもいいわけですけれども、そうじゃないとっさに今すぐ必要っていう時には、そういう議論は役に立たないわけですねで。それをどうしたらいいのか うん、どううししたらいいでしょうね、うん、例えばあのこのちょっと次のパワーポイントでこのどうしたらいいかってみんなが考えるときに具体的にまあ問題がどうしても生じている、まあ、今後生じてくるということになると思いますけれども例えば今対面でまあまあ分かり知すないとチャットボットが 動いていて、そのチャットボットと会話をしているんだけれども、実はそれが AI が会話し、相手方で会話しているにもかかわらず、まあ、あたかも人間が話しているパターン、またはその逆のパターンとかね。EU の AI 規則というのは、今後は AI が使われているということを表示するということを義務付ける方向にもなっていますけれども、確かに相手方が人間なのか、チャットボットの なのかということを、まあ、判別できないということが今後、例えば出てくるんじゃないかと。で一方で、相手がロボットだと何か話しやすいという感覚が生ずることがありますよね、特にこの前の2月26日に科学未来館で実施したコミュート・ソータ、非常に可愛くて目の前にいると、えーこれはいいの、これはどうですかって聞かれると正直にみんな答えますよね。うん ただ、お子さん結構多くてですね、あの大人は忖度して、今日のこれは点数で言うと何点かなとかって言うと、50点とか80点とかって答えますけども、子供ははっきり0点とかですね、<laughs> 全然忖度しないのであ、なかなか子供の方が逆にロボットに騙されないんじゃないかなと思ったりもしましたけれども、あとはその見た目の可愛さに乗じて、余計なことまで話してしまったりとかですね。 はいまあ、こういった、まあ、ロボットと接するにあたって、さまざまな問題が今後、まあ、生ずる可能性がありますけれども、ところがこういった問題が生ずることが、まあ、何がそもそも生ずるかということが分からないということと合わせて、まあ、どこまでやっていいのかということも、なかなか手探りの状況なわけで,ですね。ですから、この対話知能学のプロジェクトでは、かなり具体的な問題を踏まえて、 今後、どのようなルール作りをしていくかということを考えているわけですけれどもで、そうすると、例えばこの可愛いとか、相手とこの関係性がかなり重視されるようになってくると、まさにこの長嶋先生が先ほどご紹介いただいた動物愛護とかですね、まあ、つまり、まあ、ロボットというのは今までは単なるものとしての位置づけでしか過ぎないにもかかわらず、物と動物の間のような、まあ、つまり人間側の感覚が、 かなり変わってきてしまうということが想定されるわけですけども、その時に法的な何か判断、または、えー、解釈であるとか、またはこの位置づけ、これを何か動物愛護との関係だと何か今後変わってくることがあるというものがあるでしょうか、長嶋先生、いかがでしょうか。そうですね、大変難しい問題なんですけれども、<laughs> あのま、海外においては、あのもう、例えばあのドイツなんかでは、えっ、ー、と、えー 動物というものを憲法上も位置づけて守っていこう保護していこうという位置づけになっていて、まあ、あの人と物との中間的な位置づけにしたりとかしていますあの先ほどお話にあったようにあのこ物か人間かという二者択一ではできない時代になっていましてあのロボットも同様にあのまだ、えー、動物とは少し 異なる点で、まあ、いろんなものにその利用あの、発展していくということを踏まえてみ考えてみると、あのまた動物も違う、また別の,あの視点からあのこう位置づけが必要にな,なってくるんじゃないかなというふうに思います、はい、でこの位置づけを考えるときに、なかなかその、えー、ロボットといっても、まず、なんていうんですかね、まあ、本当にもの、まあ、としてのロボットであったり、 あと一方で、ってどういうことかというと、まあ、例えばあの日本の場合はロボットについて、かなり明確にいろいろな区分けをしていて、ですね、産業用ロボットであったり、生活支援ロボットであったり、あとはまあこの生活支援でもコミュニケーションのロボットであったりですね、さまざ、あ、まなカテゴリーで、まあ、このロボットというものを分けてきているわけですけれども、まあ、つまり、まあ、ロボットによって人間側の、まあ、ある意味で感覚というか、えー ロボットに対する接する感じが違ってくるというところもあると思いますけども、で特にこのクレハ先生が先ほど、まあ、ロボットの感覚というか、ロボット感についてはそれほど国際的に日本人が得意なわけではないということをご指摘いただきましたけども、一方で、例えばこのものを大切にするとかっていう感覚も、これはあれですかね、クレハ先生、日本人と海外の人だと感覚としては違うんでしょうかね。えっとどうなんでしょうか。 別にするっていう感覚に関してはその日本人が特別っていう話はまああんまり、えーとまあ、データとしてはないんですけどまあ,あの関連するもので言うとあの人工物に魂があるって判断する人っていうのはあの海外でほとんどいないんですけど日本だと結構な割合の人が、まあ、アンケートを取るといるんですねまあ半分ぐらいいたりするそういうなんか魂心みたいなものを人工物に見出すっていう傾向は これはかなり日本人が特有で持っているという話はありで、それは必ずしもあの大事にするということにつながっているかというと、まあ、別にそうでもないみたいなんですけども。はい、例えば、あの人形がですね、なんかその、日本人だと非常に古い昔からの人形に、なんか、えー、魂が宿ってるみたいな、そういう感覚があったり、ただ海外の人形もかなりあれですよね、リアルな。 人形とか人形になんか魂が宿ったり、まあ、ただイメージだと海外だとなんか悪霊とかお化けがなんかそこに乗り移っているみたいな、そんなようなイメージもあったりとかしますけれども、例えばこういう、えー、っと今後、人間のようなロボットが例ても普及してくると、まあ、今まで言うとこの人形ですよね、うん、人形との関係だとどうなんですか。日本人の、まあこのこ、うん 物を大切するとか、やおよろずの神的な考えとか、アニミズム的な考えで、まあ、人形のようなもの、人のように見えるものとの接し方というものと、海外の方の感覚という、これはどうなんでしょうかね。例えばあの具体的な例だと、あのハリウッド映画ってとにかく日本人間を滅ぼしに来るのがロボットですよね。一方で日本人の場合は、 人間といわゆる共生するロボットというものが、例えばアニメの社会とかでは一般的ですけども、この点についていかがでしょうかそうですねあ、ちょっと言い忘れたんですけど、あの大事なこと言い忘れたんですけどあの、ロボット一般に関して日本人は特別ではないというのが、だんだん分かってきている反面、ヒューマノイドに関しては日本人はやや特殊な態度を持つ、あのヒューマノイドに対する危機感が少ないというのも、これもあの日本人の特徴としてはあると。 いいうことは言われていてでちょっと人形に関する、えー、研究は私、調べてないんですけども、その人型であることに関する危機感はもしかすると日本人が低いということがあって、まあ、それがヒューマノイドへの態度に表れているのかもしれないですね。ありがとうございます。で、ここでちょっとまた一区切りつけてですね、あのー、もう一度このパワーポイントの画面の方に戻りたいと思いますけれども。 はい、でこの対話知能学では、まあ、このように、まあ、様々な議論を通じて、まあ、これまでどういう問題があるのか、それをどうやって今後考えていくべきなのかということをですね、まあ、考えたり、あとは、例えば悪口だけ言うロボットの今後出てきたらどうするのかとかですね。で、現に、誹謗中傷するロボットっていうか、このチャットボットであったり、まあ、えーまあ、テイという、マイクロソフトの開発者テイというですね、えー、AI が、まあ、 つまり学習したデータがあまり適切ではなかったので、誤ったアウトプット出力をしてしまって、結果的に差別的な表現をしてしまったりといったような問題もあったりとかですね、まあ、それを、その時にそに、AI の学習、データが間違っていたからそうなったというふうに言い訳ができるのか、またはバイアスと言いますけども、変更的な結果、出力がなされたのは、結果的にまあその学習が良くなかったのかとかですね。 まあこれもなかなか倫理的にまあ問題がないのかとか、法的には問題ないけれども、倫理的にまあ問題がどういうところがあるのかとかですね、こういう議論もあったわけです、まあ、ちょっと一通り、今までの議論をもう一回振り返ってみますけれども、あとは一部でも石黒先生がやはり重要だとおっしゃっていた点も、まさにここのまプライバシーの保護ですよね。 つまり今後、ロボットは日常生活で私たちの身近な存在として使われるということが、これが逆に言うと、開発をするにあたっては必要な、不可欠な要素になってくるわけですけれども、そうすると、プライバシーへの配慮、情報セキュリティはちゃんと確保されているのか、そのデータはきちんと取り扱いがなされているのか。 いったような、まあ、これはもう個別の問題として検討し解決しなければならない問題ですよね。でそうすると、形式的には今後必要になってくるのはどうやって通知するのか、表示とか告知ってどうやってやっていくのか。でこれを先日2月26日に科学未来館で実施した実証実験ではロボットにこの通知を逆にしてもらう。ロボットに 合わせて画面で表示して告知事項を表示する。でこれによって人間の側はま分かりやすく、まあ、このロボットが一体何をしようとしているのかなということを確認することができるという取り組みを先日やってみて、なかなかこれは今後まあこういうことができるかなと思っているところなんですけれども、でそうすると、この通知とか表示をするということについて、 なかなかこの今別の問題としてあるのが、えー、これはまあ、えー、これはもう法的な観点からしても日本人の法令遵守意識と海外の方の法令遵守意識を比較したときによく皮肉を込めて言われるところとしてパターナリズム、えー、つまり余計なお世話という問題が実はあってですねここれは実は実の 対話知能学のプロジェクトでは、まだそこについて議論をしたことはないんですけれども、今日、まあ、ここまでいろんな議論をしてきてですね、このいわゆるパターナリズム、どういうことかというと、余計なお世話、一方で自分が何かやりたいということは自己決定という、自己決定権というものがありますけれども、えー、ロボットは、ロボットを使ってこれをやりたいんだけれども、逆に言うとロボットが常にそれを否定して、さそ,れはそれができない。 うん、そのような使い方ができない、これは例えば自己決定権の侵害かとかですね、自分はこうやって使いたいのに、なんでロボットはこうやって従ってくれないんだっロボットは自分が命令した範囲で動くものなんだろうってみんな思っているわけですけども、ところが先ほど申し上げたように、今後は法令を遵守するロボットだけじゃなくて、法令を遵守させるためにロボットを利用するということも今後はまあ期待されているのではないかと。 思うわけですけれども、例えばこれはあの先生方3人にそれぞれお聞きしたいところなんですが、これはもうかなりロボット感に影響してくるかなと、えー、あとは法的な問題について、まあ、そもそも法令遵守をどうやって実効性を担保するのかということにもかかってくると思いますけれども、まあ、このロボットの感との関係で、一、えーまあ、つ具体的な例は言います。何でもロボットが警告をするというのは、 一見良さそうなんですけれども、まあ、海外の人がよくあの日本に来ると、とにかくすごいと警告が、エレベーターに乗るときは、とにかくエレベーターには何らかにおつかまりください、ご注意ください、エレベーターが終わると、あの近くなると、まもなく降り口ですみたいな案内をしたりとかですね、あとはあの電車に乗っていても、まあ、日本の電車って基本的に駅の駅を全部ちゃんと行ってくれるということだけでなくて、何かご注意くださいとか。 揺揺れるのでこの先揺れるるのののでででこ先ご注意くださいとかですねすごいあのパターンアナリスティックで、えー、て極めつけがあのこれは海外の方が批判するのが神社仏閣に行くとここは登らないでくださいここでは写真を撮らないでくださいもう通知、表示がすごくて、えー、逆に通知が表示がいっぱいありすぎて写真撮りたくてももう撮る気がなくなっちゃうみたいなんですね。 そういうところもあるわけですけれども、ではちょっと原田先生から、こういったパターナリスティック、非常に難しい問題なんですけれども、ロボットと人間が関わっている上で、関わっていく上で、ロボットがどんどん人間の側にいろいろと通知表示をする、それによって法令を遵守する、個人の例えば権利も保護されるかもしれない。こののような、まあ、ロボットの使い方って うん、これ3年の先生方に非常に難しい質問ですけどもロボット共生社会と言っているこれからの社会相手方は生きてないのに共生していかなきゃならないさてどうやって生きていけばいいんでしょうか私からいいですか。ね、あの 進歩先生のお話を聞いて私も思い出したんですけどあのもうちょっとコロナ前の話になりますけどあのイギリスのセブンシスターズっていう断崖絶壁のところに <laughs> 旅行しに行ったことあるんですけど断崖絶壁でもう落ちたら死んでしまうのに柵が一切なくってまあ 自己責任ですよ的な警告看板があるぐらいで、まあ、全然そのパターナリスティックじゃなくてあの落ちたら自分のせいですみたいな、まあ、その程度だったんですけど、まあ、自由を重んじる自己決定を重んじるか一方でその自由によっても自己決定によっても奪われてはならないその人間の尊厳っていうのがあって、まあ、それを守ってくれるそれを自分でこう失わせようとしている人間に対して警告してくれるロボットっていうのは、まあ、あの必要かなという。 社会で受け入れられらるかなと思います、まあ、自分の尊厳生命だとか健康っていうのは自分でその自分自身であってもまあそれを失わせるような選択はすべきではないんだっていう、まあ、そういう価値観に立つとすれば、まあ、ロボットがそういう自暴自棄的な行動を阻止するですとか、まあ、そういうふうなレベルでこうロボットのパターナリズムおせっかいっていうのをまあ許容するってことは社会的にも合意できるんじゃないかなと。 まあ日常的な仕様では結構こスマホみたいにこうレベル設定してどのくらいのレベルだとこう通知してくるかとなんか遅刻しそうになると重要なあの行事に遅刻しそうになると通知してくれるとかいやもうそこも自己責任だから通知しないとかなんかそういうふうな自分でそのレベル設定ができるようなのシステムロボットができたら面白いなと思いますなるほど自分によるレベル設定が重要ということですよね <laughs> はい長嶋先生いかがでしょうか、ね、そうですね、うん ちょっと視点を変えると、例えばこれ説明する側を考えると、またちょっと違って見えるのかなというふうに思いました。というのもあの、人間が説明する場合と、ロボットが説明する場合で一体どこが違うんだろうと。で、ね、あの人が説明して、いや、それじゃ納得しない。 また説明をして、納得するまでこう永遠に見続けるなんてこともあるかもしれませんけども、じゃあもしそれがロボットに置き換わったらどうなんだろうか、まあ、そのロボットの話しやすさっていうのもあるかもしれませんし、逆にロボットだからもうこれ以上言っても無駄かっていうふうに、まあ、それはある意味ではう自由が制限されちゃうというあのことかもしれませんけども、まあ、そういったところも考えてみると、この,あのロボット側というよりも、そのルールを きちんと守って実行するという観点からすると、まあ、そのロボットにそれを役割を担ってもらっても一つなのかなと、もちろんそれがあの永遠にあの止まらなくて、ずっとやり続けて、それはそれで問題なんでしょうけれどもあの、そういったルールを守るあのコストとして考えてみると、またちょっと違って見えるのかななんていうのもちょっと思ったところです。うん、はいいいありががとううございますで先生いかがでしょうか はいえー、とパターナリズムが正当化される場合って、まあ、いくつか理由があるわけですけども、まあ、パターナリズムの中にもあの重要なものがあってあの、まあ、分かりやすい例だとシートベルトの義務付けとかですねあれはやったおかげであの交通事故による犠牲者というのがもうすごく、えー、少なくなったと、まあ、そういう点から見ると、まあ、やはり重要な場面というのはあるで、えー そこで問題になるのは、まあ、被害の大きさであったりそれから取り返しがつくかどうかっていうのが結構重要だろうと思うんですけどもあの自己決定っていうのが基本的にいいものとされるのはあのいつもに本人が正しい選択できるからではなくて本人が間違った時でも学べればそれでいいっていうか、まあ、それが一つの理由だと思うんですけどもそれ取り返しがつかなかったら学べませんのでっていうので、まあ、原田先生のおっしゃったようなその命に関わるやつとかだと取り返しがつかないのでっていうことがあると思います。なので えー、ロボットに関してもそのパターンリズム的説明がどういう,う,いう場合に制度化されるかって言ったらやっぱその、えー、被害の大きさ、取り返しのつかなさっていうようなところ、まあ個別のケースでですねちゃんと判断していくことが必要なんだろうなと思いいまますす、うん、ありがとうございますこのようにです、ね、なかなかこの自己決定考えただけでも人間の側の自己決定権を考えるだけでもこれまで非常に長い歴史があって大変な状況だったわけですけども。 でまだ十分に考えられてないところとしては、自立型ロボットというふうに言いながらも、自立というのは、まあ、この、まあ、自分で判断をするということですから、そうなると、おのずとその背景には人間の自己決定と似たような、決定の過程がどうしても出てくるわけですよね。で、これを、例えば解決できない問題としては、倫理的な課題としては、トロッコ問題って言いますけども、えー、トロッコ問題のように、前に5人人がいる、右側には、 女性が歩いている左側には子供が歩いているさてどうしても回避できない衝突車の衝突は正面に行くのか右に行くのか左に行くのかっていう究極の選択をどうするのかっていうマイケル・サンデル先生のジャスティスですね、まあ、ハーバード・ロースという講義でも一番最初にそこの部分を話されていて印象的だった問題ですけども、まあ、要は解決ができないと人間の側では判断は最終的にはできないわけですけどもですから 今後考えなければならないのは、今せっかくこうやって私たちは議論してるんですけれども、最終的に人間の側でも、まあ、自己決定ができるかどうかって判断ができない問題をロボットが自己決定できるのかということを今後考えていかなければならない場面が出てくるわけですよね。で一方でロボットが自己決定したら結果的に人間が関わってないので、ロボットのせいですよと。 ということで人間側が責任を放棄するということもまた別の問題として私は非常に懸念している部分ですけれども、まあ、こういった観点からですねなかなか割り切れない問題権利もで特に注意しなければならないのは、まあ、こうやって言うと今日もあもいろんな方にあのご参加いただいて多くの方にご参加いただいているのでよくあのロボットに権利を認めるべきですかというねで原田先生の,あのバーチャルなキャラクターの権利の問題と まあ人権のような権利を認めるべきですかという議論もまたあるわけですけども、これはまた全然違う議論なんですね。ロボットはこれは永遠にものなので、ですから人と同じような権利がロボットに備わるということは、これは将来的にもないんだろうと、ところが、法律で人っていうと、法人、会社、会社も人ですよね。で、法人も人権共有主体性があるかということは、過去に八幡製鉄事件という憲法判例で議論になったぐらいですから。 つまり、まあ、その会社であるとか、法人であるとか、組織としての権利というものも、これは認められることがあるわけです。ただ、その議論と、まあ、このロボットの本当の意味でのなんか人権という議論は、まあ、あ,あまりこの整合しない部分だと思うわけですけども。はい。ということで、最後にですね、今日はあの、えーと、最後に先生方から一個ずつご意見をいただく前に、一つだけ この問題を考える上で、将来的にどうしても避けて通,らなき通れないのは、まあ、特に法的な観点からすると、まあ、法律をいろんな場面で変えていかなければならない、特にまあ新興技術、新しい技術を研究開発する上で、それを利用促進するということと、何らかの規制をすると。で今日は最終的には、まあ、これについては何の結論も出せませんけれども。 まあこの3つの視点からですね、対話知能学の問題については、今後さらにまたこの視点からもまあ考えていかなければならないというふうに考えているというところで、そろそろ時間が参りましたので、で今日はあのもう私の方でもう全部ちょっと進行を進めるということで、三井さんには一般の聴衆者の視点としてお聞きいただくと。うん いうことでお聞きいただきましたけども、最後にあの先生方から一言いただく前にですね。はい、ま今日の質問なども踏まえて、この。今後の対話知能学の方向性とかですね。<っ>三井さんの方から少し一言。もし何かいただければと思いますけど、ね、いかがでしょう。かはい、ありがとうございます。あの、新保先生、そして、あの。あの、議論の、あの、原田先生、そして、倉原先生、長田先生も、はい、あの。の、あの、皆さんの議論を、あの、聞いていて、こう。 改めて人間機械社会規範研究ってその誰のための規範なんだろうと思うと、一番はやっぱり私たち人がどういうふうにその考えていかなきゃいけないのかなっていうのをロボットとかいろんな技術とかがいる状況であのどうしたらいいんだろうっていうのを私たちにとって考えていくっていうのところなのかなっていうのを個人的にはすごく感じております。であの実はです、ねまあ、あのいた事前に あの視聴者の方からも頂い,いていたコメントとして、その道徳とか倫理とか、正しさの基準みたいなものとか、民主的なのかとか、そ,のそういうところがすごく気になっていると、とそして先ほどもお話にあったあの個人で考える機会が少なくなってくる未来はちょっと楽しくないんじゃないかというようなコメントも実は頂い,いておりまして、まさにそのどこで線引きをするのかというところが、その 今ロボット抜きで人間のことを考えてもそうですし今ロボットとかいろんな技術がある中で私たちの意識もそれによって変わってどういうふうにしていったらいいんだろうっていうのをまさに今ここであの議論があの進行中なんだなっていうのをすごく感じたというところで、はい、あります。あの僕ごときがそのまとめるのはこがましいんですけどもその僕もこの一員としてこの人間機械社会規範を考える一員としてあの参加させていただきたいなというふうに感じましたのでこれからもあの皆さんと そして、あの今ご覧いただいている視聴者の皆さんと一緒にあの考え続けていけたらいいなというふうに思いました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。というところでですね。あの<っ>そうですね。まさに時間がもう大変長るしいんですけども、ちょっと時間の方が来てしまいまして。では、最後にあのえっと先生方からあの一言ずつあの感想をいただければと思うので、えっと。まず長嶋先生の方からお願いできますでしょうか。はい、わかりました。あの 今日の議論の中でもいろんな話が出て、まだまだいろんな議論が必要だなと感じたところなんですけれども、やはりあの技術がどんどんと進んできていると。でまあ、ルールというものを考えなくちゃいけませんけれども、それをつなぐやっぱり理解といいますか、まさしく社会的な重要性というところなんですけれども、多くの人が理解するためには、どういうものが必要なのか、それはもちろんルールだけではなくて、あの 社会全体の,あの仕組み、理解、いろんなものが必要だなというふうに感じますので、あのそれこそ一人一人がやっぱり考えてえ、どういうあの社会にすべきなのか、結構そのロボットにしても人によってロボット感が違うと同じように。うんあの 想定されるロボットがやっぱりく違ううと思うんですよねそういったいろんな考え方の前提をきちんとあのあのみんなで議論をして出し合ってそういった中でより良いものより良いルールを作っていく必要があるんじゃないかなと僕自身もそれまた考えていきたいなと思った次第です。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます、はいえー、続きまして、倉、え、橋、っと、先生、よろしくお願いいたします。はい、えー、っとですね。 一つ、まあ、ちょっとあの事前にいただいた質問、コメントみたいなのを読ませていただいてて、ちょっと感じてたことをあの言う機会がなかったの、ね、で、ここでお話しさせていただきたいんですけども、あのやっぱ未来がどうなるのかということに、えーまあ、興味を抱いている方、あるいは不安を抱いている方っていうのが結構いらっしゃったんですけども、これを見てて、まあ、私、ぜひ言いたいなと思ったのは、あのまあ、未来がどうなるかっていうのを、まあ、研究者なのでよく聞かれるんですけども、それ、あの答えようがないんですね。一、まあ、つは あの技術に関して未来予測ってまず当たらないっていうのがあるんですけども、えー、もう一つは未来定まってないのにどうなるのか聞かれてもや仕方がない、えー、それを考えても仕方がなくて定まってないんだからどうなるかじゃなくてどうしたいかどうしたくないかっていうことを、えーまあ、皆さんにも言っていただきたいし、まあ、私たちも、えー、研究者はその辺抑制的になっちゃうところがあるんですけども、まあ、言っていくことが大事なんだろうなと。そのまあそういう このロボットの社会規範ということを考える上でも、そこがえ大事なところなので、皆さんにはえぜひ、そういうどうしたいか、どうなるかじゃなくて、どうしたいか、どうしたくないかということを言っていただければ、私たちの研究にも生きてくるなと思いますので、ぜひその点、そういう仕方でえ関わっていただければありがとうございます。はい それでは続きままししして原田先生よろしくお願いします、はいあのまあ、今日もののディスカッションを通してそのロボットが人間のこう内に入ってくるっていうところがまあ重要だなと思いましたあのロボット共生社会っていった時にそのどうしても人間と人間とは別の存在であるロボットの、うん、との共生っていうロボットはいえば他者として扱って、まあ、それとどう共生するかみたいな、まあ、そういうふうなイメージでどうしても考えられがちだったと思うんですけど、まあ、それだけではなくってこう自分の内に それは物理的にも心理的にもロボットを取り込むその取り込んだロボットとどう共生していくのかっていうまあそんな問題も含めて今後考えていきたいなと思いましたどうもありがとうございますはいありがとうございましたそれでは最後に新藤先生になりますはいいますはい本日あの一部と二部に分かれてですねまあこのような対話知能学のプロジェクトについてのこれまでの振り返り 皆さんにお聞ききいいたただきままししてありがとうございましたでこの議論というか、ですね内容を聞いていただくと、非常にこの違いをまた分かっていただいたかと思うんですけれども、一部のように研究開発、技術開発をするということは、将来的な夢を追う、夢を見て、その夢に向かって進んでいくということが重要なわけですよね。一方で、二部のような、例えばこの法律、倫理の観点からすると、夢を見ることができない。 逆に言うと夢を見ていると大変なことになってしまうというこれがまた非常に不思議なまあところでありまして、まあ、つまり実は法的な法,法学とか倫理学の議論というのは別にあの何か将来的な、まあ、夢があるものもあるとは思いますけども基本的には残念ながらあまり夢がないんですねところがこの人間機械社会規範班の先生方の議論を聞いていただくと今日は 将来的にどういうふうに考えていくべきかという非常に夢のある議論をですねこれまでもそれからこれからもしていくことができるということを改めて確認をしたしたいですので引き続きこの対話知能学における夢のあるですね議論を科学未来館の皆さんとともに進めていきたいと思っております。よろししくお願いいたしますということで本日はどうもありがとうございいましたはい、下先生ありがとうございました。 はいあの、皆さんから頂いた,だいたあのコメントをもあの聞いていて、あの拝聴していて、僕もですねその、まさに地に足のついたその状態でしっかり未来を見据えて、どういう存在が来るんだろうかっていうのをあの考えていくような、そんな回だったなというふうに思います。ありがとうございます。はい、それでは、ですねあの、改めまして本日ご登壇いただきました、新保先生、原田先生、栗原先生、長嶋先生、そして今回ご参加いただいた視聴者の皆様、誠にありがとうございました。